皆様お待たせいたしましたただいまより日本財団主催アジアフィランソロフィー会議を開始いたします私本日司会を務めさせていただきます小木原久美子と申しますどうぞよろしくお願いいたしますではまずはじめに日本財団会長の笹川陽平より 開会のご挨拶をさせていただきます笹川会長よろしくお願いいたします高いところから失礼をいたします、えー、ご対応の中多くの皆さんに関心をお寄せいただきご出席いただきまして誠にありがとうございます、えー、ご承知のように、うん、世界でも アアジア地域の経済発展というものは大変力強いものがございますしまた人口的にも非常に増加傾向にある地域であることは皆さんご承知のとおりでございますがこのアジアにおきましてもさまざまな企業が財団を作りあるいは あフィランソロビー活動というものが大変活発に行われているわけでございますけれどもお今まで我々としましてはあそれほどよく勉強もしてこなかったという反省もございますが一度一度に返して、えー、お互いのやっている仕事そして、えー、共通項は何かあ,あるいは 共同して仕事ができないかということをお互い探ろうじゃないかということで今回東京で第1回目を開催したわけでございまして午前中のセッションにおきましてはクローズドで行いましたけれども障害者雇用の問題あるいは人材要請からあるいは大きく気候変動の問題に 至るまで、それぞれの財団、団体の。やっておられる、仕事を中心に。意見交換が行われました。で、やはり、これからの、この多様化する社会課題。あるいは地域課題、世界的な課題。に対して。えー、個別では。できることに。 活動に限界がああるとということは多分共通の答えであったと思いますそういう意味におきましてこれからはお互いがよく相互理解そして情報の共有をしながらそれぞれの活動はもちろんですが共同して何かできないだろうかということも課題として今回挙げられました。 あそういう意味におきまして第1回としましては我々大変画期的な会議であったと理解をいたしております。まあ、後ほどまたあパネルディスカッションがございますのでお聞き取りをいただければと思いますが、まあ、特に今回はあの飛び入りというと語弊がございますけれども大変ご多忙の中あー皆さんご承知の ユニリバーの CEO を10年もなさいましたそしてあのバリアブル500という世界の500の企業の CEO を集めまして障害者をやはり企業がしっかりと雇用していく必要があると。またあ マーケットとして見ても12億人を超える障害者の皆さんをマーケットとして捉えることもできるんではないかという大きな問題提起と同時にこの今世界中でこの一つの方向性と出ているその株主資本主義というものは本当にこれでいいんだろうかとこれが大きな あ各国における所得格差を生んでるんではないんだろうかと,という非常に大きな問題提起をされました、まあ、そういう中で今後このフィランソロピーとそのソーシャルイノベーションの未来をどう考えるべきかという議論も行われましたが、まあ、時間はあ 少し足らなかったわけでございますが、まあ、お互いのご発言も記録もされておりますしこれからこれを機会に、うん、財団のみならずアジアにおける企業の皆さん方にもこのフィランソロフィー活動にぜひ参加をしていただきたい。 また参加のためにはどういう障害があるのかというような問題も含めまして少し今日はアジアベンチャーフィロンソロピーネットワークのナイト・バトラさんがファシリテーターをやっていただきまして私たちをいじめるということになっているわけでございますので。 皆さんにお聞き取りをいただきまたフロアからの質問等も多分お受けくださるんではないかと思いますので、えー、我々も可能な限り真剣にお答えをしていきたいと思っておりますが何はとも,らともあれこの多様化する社会の中で、えー、企業の新たなあ役割また 企業のみならずそれぞれの個人においてもやはり社会の中の一員として生活をしていく上で本当に今のままでいいんだろうかと何か我々個人でもあるいは企業でもあるいは組織でも何が一体できるのかということを一遍立ち止まって考えてみようという機会に 今日がなればと思っております。えー、素晴らしい方々が集まっていらっしゃいますので、私のご挨拶はこのぐらいにしてさせていただきまして、えー、早速会議を始めさせていただきたいと思います。本当にお集まりありがとうございました。笹川会長、ありがとうございました。 それではこれよりパネルディスカッションの未来を開始いたしますファシリテーターそしてパネリストの皆様どうぞご登壇くださいここでパネルディスカッション一のファシリテーターご登壇者の皆様をご紹介いたしますまずファシリテーターはアジアンベンチャーフィランソロピーネットワーク CEO ナイナ・スベイワル・バトラ様です 次にパネリストの4名の名皆様をご紹介いたしますブラック会長ホサイン・ジルル・ラーマン様ビジネスリーダー活動家ネットポジティブ協調者ポール・ポルマン様ゴドレジ・アンド・ボイス・マニュファクチャリング会長ジェムシェード・ N ・ゴドレジ様日本財団会長笹川洋平様です。 ではパネルディスカッション一を開始いたしますファシリテーターのアジアンベンチャーフィナンスロピーネットワーク CEO ナイナス・ベイワルバトラー様どうぞよろしくお願いいたします皆さんご挨拶申し上げますこのような機会に預かり大変光栄です四名の素晴らしいスピーカーの方々ご登壇いただいております この会場におきましてこのような立場において4名のパネリストの方々に皆様がご関心を持たれていたしかし機会がなかなか到来してこなかった一瞬を長かけるそのような立場に預かり大変嬉しく思っておりますアジアフィランスフー・コングレスにおきましては非常に優れた指導者をアジア地域からこのように お招ききいただきまましして感謝申し上げますフィランサロピー、それから社会への投資において積極的に活動されている方々です。私は AVPN の CEO を務めております。この会議におきましては日本財団様とパートナーシップを持って開催させていただいております。私どもはソーシャル投資ネットワークとしてアジア最大規模の 組織と思っております私どもは資本をインパクトへと向かわせるそのような活動に関わっております。4名のパネリストはあらゆる資本というものからインパクトをもたらそうとされています。そしてインパクトはすでに 皆様、考えて来られてきて、そして長年にわたり、インパクトのその組織の中、あるいは組織に対して働きかけをされてこられました。皆様、それぞれ方々の CB をお持ちでいらっしゃいますので、皆さんのご実績については、あるいはその取り組みについては、ご説明の方は、活用させていただきます。貴重なお時間をいただいております。 お一人の方は3時半に退場されなければなりません。十分に質問、ご質問、皆様からのご質問を受け止まりたいと思います。おそらく皆様、多くのご質問をご用意されているのではないでしょうか。ですから、きっちりと予定通りに進めさせていただきたいと思います。パネリストの皆様にもお願いいたします。なるべく簡潔にお話をしていただき、なるべく皆様からのご質問に対応させていただきたいと思います。 また通訳者の方からのリマインターをいただきましたけれども、なるべくペースを守って、ゆっくりめにお話をできればと思います。重要なのか、この通訳から手話の絵と切り替わってまいりますので、私もしっかりと聞くばりをしていかなければなりません。まず早速ですけれども、コートレシーさん。 お伺いたいと思います私は言った時に真ん中に席をいただきました4名の男性のスピーカーがいらっしゃいます私は唯一の女性です笹川会長君逆転していただけないでしょうか次回は女性4名とそれから男性1名というような形をとっていただければと思いますでは早速ですけど小鳥レさんから始めたいと思います皆さんご存知ですか インドにおきましては非常に大きなコンクラムレートとしてビジネスを展開していますで私自身ですけど育つ中でこのグループを非常に誇りを持って見てまいりました今日私どもが象徴としてそしてその企業が執り行っている取り組みを代表しているそのような企業として見てまいりましたゴデルジュグループにおきましてはそのパーパスというものを その中で信念として記していますですからこの利益をパーパスを持って実現するということが入り言葉になる前から追及されてこられましたコードレージファミリーとそれからこのパーパスがどこから発生したのかお話しいただけますでしょうかナナさんありがとうございます皆さまこんにちは皆様と共にこの場にいることを大変嬉しく思っております私はちなみに 第三世代となります私の祖母がこのビジネスの創設者ですその当時は小さい工場が非常にゴミゴミしたそのようなところで立ち会えたんですそしてその時に非常に祖父は悩んだんですですからその当時バンボンベイの外で土地を購入する機会が訪れて 我々の従業員の子どもたちがしっかりと教育を受けて、そして住宅があり、そしてその医療制度を整うということを保障しなければならないというふうに考えたんです。その当時から多分、線形戦があったんだと思います。全体の企業としての取り組みということの中で、まず第一に私の祖父がやったことは、やはりこのインドでの。 大きなダレッド運動というのがありましてそこに大きく、えー、ガンディーー当時のですね、えー、いろんな寄付をしたといったような、えー、大変そういったようなバックグラウンドがあります今まで私たちがやろうとしてきたこと特にもちろん社会ということを十分に企業として認識をしながらということを念頭に置いてますが、まあ、民間企業が学校住宅支援を従業員に提供するというのは珍しかったんです。ただ そそれこが私たちのの組織の根幹ににあるといいう,ふうに考えていますその話の続きなんですけれども大変興味深いのは今、まあ、ポールさんと午前中のセッションでもお話をさせていただいてこれはクローズセッションだったんですけれどもポールさんの方からなぜ企業というのが、まあ、社会の責任というようなところでの重責を感じているのか。 逆に何故感じないでいいでられるのかという話がありましたやはり企業として社会的な責任を担う社会のいい意識というものをきちんと持つという話があったんですけれどもその中ではどうですかその効果ブランドというところにゴドレスさんのブランドにポジティブな効果がありましたか、まあ、そのおじい様の段階から社会的な責任を担ってきた企業であったわけですけれども、まあ、これは大変複雑なご質問だと思います。というのはイエスでもノーでもないと。 イエスということにおいては確かに私どものお客様ですねインドのお客様においては大変重要な側面ではありました果たしてそれが従業員にとってどれだけの意味を持ったのかということについては議論の余地がありますねというのはインドでその当時まあ、強力なこの労働係争がありましたまあ、皆さんと同じようにいろいろな課題があったわけです 単にこういったものを従業員にやってきたということにおいて、えー、そのアプローチとかエソスに大きく変わるかというと実は政治家とかそれ以外の外の影響もあったわけです、えー、一緒に道に出て労働者の権利を訴えようとしかしながらこれはすごく複雑な問題ですけれどもやはり討議すべき問題でもあると思ってますではラマン先生の方にお伺いしたいと思います多く、えー、の まあ素晴らしい偉業をなされていて、えー、この「サラビットの人生」という本を渡されたばかりなんですけどもブラックというのは、えー、この名字ですよねこの開発だけではなくて、まあ、ビジネスモデルブラックというのはまあもう金字塔を示している言葉だと思います。であえてお伺いしたいんですけれどももし少しこの ブラックという動きがどのようにスタートしたかということをお話しいただければと思うんですが、まあ、ちょっとそういった複雑な質問で恐縮なんですけれどもこのブラックという考え方そのブラックという市民社会の成長これがいかに重要なのかこのブラックという運営組織のこの在り方成り立ちについてご紹介いただけますかはい ありがとうございます、えー、今回、えー、日,本日本財団の方々にも笹川会長にもお礼を申し上げたいと思いますこの重要な会議を行える場を提供してくださいましたブラックというのは意図的に始めた組織であります意図的に始めた組織で2つの財団の経験がこの中に集約されています1つは1970年代まあ、大変そういった意味では大洪水があったんですそれを大洪水に 300万人の人たちの命をこのバングラディッシュの沿岸地域で命を奪いま,ましたそれがこの動きとしては今後企業の生活だけではなくてよりその社会貢献というところに行こうとそしてこのバングラディッシュのですねこの膨大な難民というのがそして国内難民がいたわけです。 ここの2つのつとですね自然災害があったということ政治的な理由によってこのブラックというバングラデシュの農村工場委員会ができたわけですこの人たちのために何かをやろうとですがこれは本当に72年ですね救済措置として行われました、えー、これはちょうどですね北西部のところにおきます災害地を救済するとしかしながらその意図としてはこれは制度化されてきたわけです。で ビジネスモデルというものものありませんでした当時はただその中で手探りの中で作、えー、り上げてきたこの年表がありますけれども10年ごとにこのブラックという、えー、このバングラデシュの農村工場委員会は多様化をして進化をしてきたいろんな業界またの中で展開しこれは有機的な形で成長してきたんですですからニーズを満たしてきたまず第一にやってきたことというのはバングラデシュは 大きなまず人口を抱えていたということなのでなんでこんなに大きな人口がいるのか,、まあ、おか一家族6人ですよ子どもがですからじゃ,じゃあどうしてこれで子供が多いのか子どもは多く実はし死んでしまったからなんですしたがいまして小児死亡率について対策を取らなければならないという結論に出たんですそこから経口補水療法が生まれました。 多くの子どもの命を下痢などの症状が奪っていますこの補水療法というのは一つのきっかけになりました子どもたちそれから親である女性に新たな教育のを提供しようという動きがあったんです医療それから経済的なエンパワーメント1990年に入りますと貧困層におきましてはこれ一括りで定義できない 非常に極端な貧困層もある何かを行わなければならない。そこで一つのアプローチを取ったんです。というような形で続きます。ですから、ブラックはその性格からして、皆さんお伝えしたいのが、我々はそのハイブリッド型の組織であるということです。そして一部その企業、そして一部開発委員会、そして一部その市民社会、そして国家のパートナーというような性格を持っているんです。ですから、このような形でアジェンダごとに、 伸びてきたそれだけではなく我々の理想的なパートナーシップを持って伸びてきたんです受益者そしてその同僚それから国家というパートナーと共に伸びてまいりましたこのビジネスモデルはこういう形で生まれてきたんですその中で理解したのか我々はその通常の NGO ではなくですからサステナビリティというのはもう出発当時から我々にとっての大きな課題だったんです そのために投資を行いましたそしてさらに助成金なども登場していますその中でサステナビリティというのは極めて重要なトピックとして登場しましたその企業型のフィロンソロフィーというのは極めてここで重要な意味を持つことになりました私も投資を行っているそういう組織体ですでも当初からその社会的な目標というのは何よりも重要な意味を持ちました 多くの点についててされれれこられましたどれも重要です例えば企業のパートナーシップビジネスモデルそれから開発セクターそれから受益者の声とそれから社会的な目標というのが何よりもその中で一番大事であるということをおっしゃいましたで今日の時代パートナーシップについて語る際にこれはなかなか優雅やすしです。 ですからパートナーシップ企業とのそれから非営利団体それから政府とそれから市民社会との間でのパートナーシップということで語ってもこれは現在の環境の中でこれはなかなか尽くしがたいではブラックはどうやってその中でうまく道を切り開くことができたんでしょうか信頼というのは重要だと思いますがどうやってパートナーシップを構築するかということ上 下左右いずれの方向においてもその信頼というのは欠かせません受益者の信頼ですコロナ禍初期ではやはりマイクロファイナンスが打撃を受けたんです返済が借り手が返済はできなかったからですそしてブラックは意識的に意思決定を下しました今ではその金融というよりもそのパートナーに重点を置いてパートナーを守らなければいけないという結論に至ったんです そしてパートナーの経済状況というのは回復してそしてサステナビリティが戻ったんですですから信頼は重要ですそれから専門性も欠かせませんブラックは重要なこの実行サイエンスのラボと言われています途上国におけるその重要な点というのがラストマイルをどうやって埋めていくことができるのかということです そこで首都マン埋めてまいりましたそのラストマイルのチャレンジです。でそれを尽くすにはただ単にこの専門性だけではなく現場の声を広げるそれからさらに我々が組織が大きくなるとでブラックはそうなんです大き大きく育ちました世界で最大規模の NGO になっております。ですからこそ我々はなの中でやはり国家も 重要な要素であるということに気がついたんですバングラン全域におきまして我々プレゼンスを設けることができましたですからその関係を調整するということは大国家で極めて我々にとっては重要な課題だったんですでも実行したんですなぜかといえば信頼があったからですここではもちろん我々の立場を譲ることはできなかった市民社会の視点ですですから我々はそういう観点からも我々の 空間というものを維持しましまたそれから、えー、女性のための平等などを我々は抱えてまいりましたこれは我々の,その組織の中で組み込まれておりますこの守るということはあるいは保障するということは重要ですジェンダーバランスのスタッフの中でもこれは持続されなければならないと考えたわけです。でこのようなその取り組みを持って あらゆるる課題を乗り越えることができましたーー、えー、大変そういった意味では何回も厳しい道筋を歩んでいらっしゃった綱渡りですねで佐川先生お伺いしたいんですけれども今ラマン先生がおっしゃったパートナーシップそして最後の1マイルラストマイルをどう達成するかということ日本財団はいろいろなこの多様な あ形でのハンセン病に対する大義を抱えてさまざまな素晴らしいことを医療を達成されていましたハンセン病に対してその中でのある意味スティグマがありますよねハンセン病という病気に対して特にインドではそうなんですその中で平和ということにも平和とそして対話の中で紛争を解決するという まあ、ある意味ヒランソロピストとしては、まあ、変わった領域なのかなとどちらかというとど取り組みづらいテーマだったんじゃないかと思うんですけれどもなぜそういうテーマを日本財団さんとしては選んだんでしょうか取り組みづらい領域をなぜ踏み込んだかということです。分かりませんが豪速球をいきなり投げ込まれて、えー、しかも変化球でございました。 私はもう少し違った質問が来るのかなと思いましたけどいきなり紛争解決というお話でございますがまあ我々あのアジアの今日の発展の中にもやはり紛争地域数多くございましたそういうところの人道支援活動をするということが日本財団の活動の基本でございましたから。 まあハンセンセ病も人道活動の一環でございます。障害者も人道活動の一環でございましてそういう人道活動というくくりの中でやはり紛争地における方々まあ今まで言えば一番発端なのはミャンマーでしょう。あ 多くの方々が日々本当に想像でするようなところで生活をされているわけでございましてこれをね新聞やテレビで報道を見てああ大変だなと思うかああ乗り込んで何か役に立とうかと思うだけのちょっとした差だけのことだろうと思うんですがまあ日本財団はそういう点についてはまあ 基本的に人道活動の一環から入ったのが紛争解決への一つの踏み台になったことは間違いありませんね。はいそれについて笹川先生大変重要なことをおっしゃったと思います。ミャンマーののの人たちの今の暮らしを見てみると 大大変大きな苦の苦数ですよね考えてみるとこれははミャンマー人の責任ででないわけですこんなような政治的な軍事的な政権の今のミャンマーの現状というのは一番苦しむのは一般人です。でそれを考えた時に笹川先生フィランソロピーというのは本来であれば最もリスクを取るべくこの要素なのかイノベーションということについてではどうなのか。 先生の長い経験の中でフィランソロピストというのはリスクを取る用意があるのかただそういった意味ではこのこういったような人道的な課題今先生がおっしゃったような課題にはどうしても踏み入れられないというその躊躇する部分というのはどこにあるんでしょうかそれぞれぞのの方々の寄っってて立つススタンスによって違うわけなんで えー、決してやはりオフィスの中で仕事をすることが報告を受けて決断をするということも悪いことでは私はないと思うんですが私の生き方はやっぱり現場には問題点と答えがあるという私は行動哲学があるもんですからまあ世界122カ国ですかいろいろなああ 交通事故あるいは航空機の事故も起こりそうなところにも直面しましたけどもある意味まあそういう覚悟を決めて仕事をするというのもいいんではないかなと私は個人的にはそう思ってますので決して私のやり方が普遍的なものではないと思います。今のののミャンマーおお話もうーんおっしゃるの通りのことでございますが この問題も何も今始まったわけじゃございませんでもう70年間戦いが続いてましてね約20の武装勢力がいらっしゃいますそこと政府と戦っているわけでございましてまあ私はハンセン病の制圧から入っていったわけでございますけども、まあ、今までにもすでに160回近く山岳地帯にも入り やはり弱い者の,の味方になって話をよく聞いてあげるというところから双方の信頼関係を獲得をするというのは結構泥臭い仕事でございまして時間もかかりますね。ところがやはり政治家になりますとやはり自分の立場でこういうことを相手に言ってきたと。 こういう主張をしてきたということが一つのこのしかし我々民間人ですから別に成果が出るまではやっぱり発表しないで双方にやっぱり憎悪の気持ちがあるわけですからそれを理解してあげるためにはやはり 私の場合には別に日本政府代表というミャンマー国民和解日本政府代表という立場ではございませんが申し訳ありませんがもうメディアの方とのインタビューはほぼやらないと要は成果が出た時には政府が発表すればいい話でしてところがまあ政治家というのはまあどこの国でもそうですが肩書きを持ってですね私は相手が

確かにおっしゃる通りです。後ほどですけれども、その点について伺いたいと思います。佐々川会長おっしゃったよう点ですが、これは当てはまると思います。それぞれですけれども、それぞれの信念を貫く必要があるということをおっしゃいました。そして政治家であれば、特定の,そのやはりニーズがあって、 行くわけですではご自身のストーリーについて伺いたいと思います。ユニリーバーの CEO として活動されてこられました。しっかりとユニリーバーをサステナビリティのグローバルリーダーとして定着させました。サステナビリティの道を進んだわけです。しかしその後ですけどさらにその道を進んでこられましたよね。その点について伺いたいと思います。 何が動機づけになるんでしょうか特に公の立場から退くと一般的な CEO は今なさっているようなことはあるいはその道は進まないですよねそうですね線引きをするべきではないと思います政治家はこうやってあるいはそのビジネスマンはどう何ができるのかあるいはその市民社会の代表が何をするべきかということをで線引きをするのではなくそれぞれなんですけれども。 まあそれぞれのやはりも信念を貫くべきだと思いますなかなかその制度がそれ必ずしもそれを許すわけではないんですけれども、えー、もちろんその普遍的なものがあります包摂性あるいはその平等で我々はその中で両親を持ってそしてその勇気を持って奮い立ててそしてその貢献をしなければならない特に脆弱な人々の数というのは残念ながら増えています。 私の動機なんですけれども、私はオランダで生まれ育ったんです。1956年、世界第二次大戦の後に生まれました。しかし今ではこの戦争の可能性というのは非常に近まっていることがわかります。私の両親なんですが、教育の機会がなかったんです。父が工場に行って、そして子供が6人いた そして学校に行くそしてその中でコミュニティが共に協力してそれで平和を築くことができたんです誰もがその共通の,その目的のために自分の目的でなく共通の目的のために働いていたんです私はオランダで育ったのは非常に幸いですなぜならば教育は無償だったからですあさもなきゃ私はこの場にいなかったあそして食料もあったですから私は育つことができたそして 今現在10億人がその衛生環境にないわけですけれども私はそれに恵まれましたですから私自身ですけれどもそういうことそういう環境の中で私自身が特定のその立場に立ってそしてその影響力を行使できるような立場になったということを非常に幸いに思っておりますそうなると私の義務というのはしっかりと社会に貢献するということであります非常に私は見ているのが 非常に多くの人々が苦労をしているわけです。900万人が大気汚染で命を失っています。そして1億6000万人の子どもたちが今栄養不良によって十分に発育はできません。それから500万人が5歳未満で命を落としています。これは当たり前のことではありません。ですから CEO、まあ、たまたまではありますけれどもこれは何も私は目指したわけなんですけれども。 運命によってそうなったんですそうやってその権限を手にするとするわけですけれどもその後退任すると生活はより良くなるわけです私はいろんなこだわりはなくそして私はその数十億ドル相当のユニリバーの,その資産を運用しなければいけないとあるいはその従業員のケアをしなければいけないというところから解放されています。まあ、CO の時代いいろいろなことをまあ目指したわけけですけれども CO のののとして固有のものがあるそして例えば森林伐採あるいは気候変動の問題あるいはその海洋プラスチックごみの解消するということは一 CO ではなかなか対処することができなかったそのビジネスセクターというものを動員してそして、えー セクターをまたいでサプライチェーンをまたいであるいはその企業の力を結集してそしてその対処する G20 がバリに開催いたしまして私戻ったんですけれどもそれからイシトにおきまして COP2127 が開催されましたしたがいましてそういうところでやはりこういう大きな変化を、えー、促していかなければならないそういう立場にようやくあるんです。こうやって私は 社会に貢献することができます。それ自体が自分自身に跳ね返ってまいります。2点なんですけれども、非公開接種の中ではおっしゃった点があります。で、私はそれをかなり私の心を動きました。まず1点目ですけれども、この億万長者の話をされて、そして実際にこの与えているよりも多くのものを受け取っている、それは正しくない。 といいう,うにおっしゃいましゃまたそして我々個人が誰もが感じていることだと思いますけれどもそしてオーディエンスもそうだと思います。我々全てはやはりその道徳的な義務を持っております。そして我々がその中でどのような行動をとって我々が生まれてきた世界よりもより良い世界を残すことができるのか考えなければならないわけです。 でご自身はそして今我々がそのマーケットあるいはそのコーポレートをこの議論の中に巻き込むことができなければ例えば気候変動のような極めて困難な問題を解決することはできませんそれからネットポジティブの著者でもいらっしゃいますがそこで理解したいんですけれどもどのような苦労を伴ったんでしょうか。 企業の関係者を巻き込むということはどれだけ大変だったのか、そして我々、アジアにおけるさまざまなマーケットがありますが、どのようなアドバイスをくださいますか これは簡単な問題ではありませんね歴史の中でやっとそういった意味では残念ながら貧困の問題そして平等の問題えー、まあ、そして地球というものが大きなストレスにさらさせていて何百万人もの人たちが苦しんでいるという SDGs が達成できるかできないかといったところの瀬戸際ですまあ、本当に私たち人類にとっての重要なええー、この、えー、分岐点だと思います私たちが思っていたよ以上に早いペースでこの悪いことが起こっていますただその結果として行動 起こさないということはもっと大きい実は問題を起こすわけですですから今本当にそういうきった意味で喫緊に対応しなければいけないということです民間部門の中においては大きな変化があると思いますこれはコロナの前コロナ後ということで住み分けしていますが 金融危機の時代これは10年15年前だったでしょうかその時にはの機会を逃したんです何十億ドルものお金を使ってえ金融機関を救ったんですけれども残念ながらえこの気候変動そういったような不平等という問題は無視されていました銀行は破綻できないしかしながら人の命はどうなんでしょうか軽視されたということです、えー、そして、えー、そしてみ国,国粋主義だったり大衆、えー、芸合主義だったりいろんな問題があってて、えー その中でブレクジットの問題もありその前のアメリカの大統領、まあ、そういった意味ではその象徴ですよねその痛みでは逆行することをやったわけですコロナということで大きな違いと想像しなかったことが起きなかった わけです私たちは初めて私たちは地球の市民であると、えー、そして、えー、このワクチンを早く展開しなければもうこれは地球の問題なんだと、えーまあ、そういった意味では、えー、この多多多多生物多様性ということにおいての問題女性だったり貧困子どもだったり、えー、そういった人たちがコロナに大きく被害を受けたということが分かりました。コロナとといいううののののははそそったたた意味ではこの地球のバウンダリー境界を壊し私ち 地球なる母が私たちの過ちを保管、えー、することができなくなったという人材に来ました。 えこの有限な地球の中で何ができるかいや何もできませんよえ何も持続可能ではないわけですじゃあ何がポジティブなのかというと企業がそれに気がついたということですまあ、仕事をこういったような負債を抱えている地上でえ経営を見きたそうとしても無理だということですえ事業自体がうまく回らない社会がこれは下降傾向例えば事業も加工傾向をたどるとえまあ、そのコストコロナのコスト気候変動のコストえそしてさまざまな この期間というのがうまくいっていない政権の問題。今まさしくこの一番の壺にいるわけです。えー、まあ予想できなかったような技術の急速な革新。そして私たちが気づき始めているのは行動しないことの代償が高くなっているということです。まあコロナということでこちら十七兆ですよ。このその中で全体としてこの10年間25兆がドルが失われたわけです。 ということは、えー、持続的な SDGs を達成するのかそして多様生物多様性を守るのかしなやるのかやらないのか、まあ、事業やっとそれが分かるようになってきました、えー、そして自分の事業というものの今後の法的な持続的な、えー、そして平等な未来をきたそうということが分か,分かってきました積極的に動いている企業、えー、例えば CO2 を削減するとか。 えま人権をきちんとバリューチェーンの中で確実するとか、えー、そしてえ社会的な安全ですとか、同一賃金を定義をしている企業というのは、まあ、その価値の企業価値というのが高く価値として評価されているかです。ESG ファンドというのがありますね。えー、そのがえそういったような分野に投資をしようと、その ESG ファンドのを。 追随している企業の方が成果が高いえですからもうここでですねなぜこれをやるべきかという討議ではないんです逆に企業として前進している企業をどう加速化できるかというところにえこの討議をしなければいけない 太陽光だったり電気だったり、えー、そしてモビリティだったり EV だったり、まあこの転換、まあ本当にそういった意味ではもうギリギリのところまで来ています。それを私たちがやはり協力しなきゃいけないということなんですね。えー、G20 だったり多くのおこのその時 COP27 もそうです、えー。政府が立ち上がってということでも父として何も起こらないということで、私たちは市民社会の一員として、まあ私はビジネスのバックグラウンもありましたけれども、まあユニブラユニ,ユニリバーという。 先ほどのブラックとは協業したくないなと思いますけども、まあ、今までユニクロが一番大きな NGO ということで名を打ってたんですが、まあ、こ,のこれができるんだということそして政治的なプロセスのリスクではなくてよりこの他の何百万人の人たちが、まあ、本当にこういったような苦しみから解放するための行動をしなければいけないおっしゃる通りですよね何もしないということの代償の方が大きいということですね何かをすべきだということだと思います。 まあここでですね、ぜひえお話をしたかいたいのがゴードレジさんです。ゴードレジさんは素晴らしいグリーン戦略を持っていらっしゃいます。ゴードレジさんもいくつかのえ非営利団体の取り締まり役をやっていらっしゃいます。気候変動の対策も組んでいます。またその中において気候というのが本当にいろんな側面の課題において重複している問題なんだということもおっしゃっていました。このどうやってえこの グリーン戦略とゴドレッジグループの企業としての成果そしてその中で気,気候変動というのがまあ鍵になるということだったんですけどもそれはどのようにつながっていくんでしょうかお話をいただいてもいいですかありがとうございますスイカバラータ博士はいつも言っていました企業がサスティブルそれからイノベーションというものを追求することはできなければ消滅するというふうに おっっしゃっていますでボールの博士がおっしゃっていた点というのはこれは真実だと思いますこのような2つの動きの,その接点にあるところにおきましてそれが証明されますグッドグリーン戦略なんですけれども2つの要素があります我々の全ての行動はグリーンである製造製品全ては非常にそのグリーンでなければならないそして我々が作り上げるもの グリーンビルディングそれから全てはエネルギーは再エネ由来でなければありませんこういうものは根本なんですそしてこれはビジネスにとってこれは優先されるべきですしかし考えなければならないその利点は何であるのか、まあ、製品というのはあらゆるものがありますでは何か思ってまあ良い製品というふうに考えるんでしょうか一人の人間にとって良いものは他の人間にとっても良いのか ヨーロッパとインドバングラデシュでは違いがあるのではないかそういうところを確認してその製品がま良い製品であるということを確認しなければなりません例えば冷蔵庫まずエネルギー効率が高いものでなければならない我々会社としてインドだけではなく他の国におきまして我々の製品が最も優れているエネルギー効率性というものを実現することができるのかそういうところを見ることが必要です。 冷蔵庫においては冷,凍冷媒ガスなどを使っています。オーソンホールについて皆さんご存知ですよね我々が開発したのがサステナブルな冷蔵庫このようなフリオンのようなクロロフロン,あはフロンガスを使っていません冷却液としては使っていない。で世界はなかなかそれ追いついてこなかったんですけれどもようやく 企業か各社企業か追随していますですからこれが一つの証明になりますけれどもリーダーでなければならないポールマンさんがやはりリードを主導していくということでなければこのように変化を巻き起こすことはできません同じ概念が当てはまると思います私どもの製品ではなるべく良いものであるそしてグリーン環境に優しいものであるということを担保しようとしていますでこれも動機づけとなります したがって社員はまずこの会社で働くことを喜びと思っているのかあるいは転職したいとさえ考えているのかそして利益という観点から考えるとお金利益が動機づきなのかあるいはパーパス 存在意義が重要なのか、そういうところを考えなければいけないわけです。もちろん、その最低賃金を保証しなければなりません。しかし、それは横に置いてまあ、何かそのモチベーター動機づけなのかというところは重要なんです。それを考えた上で、そのグリーン戦略を生み出してまいりました。私の30年の経験から考えるとえインドの。 工業連合会におけるその経験からすると私どもはその内部におけるその産業産業の中でのチェンジドライバーになれようとしたんですそこでグリーンビジネスセンターハイドラバードで設けましたこれは30年前のことです当初なんですけどエネルギー効率に取り組みましたそれからグリーンビルディングに移行してそこのイニシアを取ることによりまして 世界の中でもグリーンビルディングの数というのは第2位世界第2位になっていますしたがって何を考えるかまずどういう要件が重要なのかどのような規制があるのかそれを考えてそして何が動機づけになるのかということを定めなければなりませんですからこそグリーンビルディングの方がノングリーンビルディングよりも優れているというもちろん結論に到達するわけです長年の経験からすると愚かな 開発者でなければノングリーンではない開発には着手しないでしょう。これはビジネスにとって重要なことです。まず実践する、実証するということです。グリーンということはつまりこれは環境にとって、ステークホルダーにとって良いということ、ビジネスにとってもよく、そこから利益も得られるということを実証しなければなりません。ではラマン先生 にもお声掛けしたいいと思いますおっしゃったのはブラックが世界最大の NGO であるということをおっしゃいましたまたブラックはビジネスモデルを持っているそのルーツというのは企業であるなぜならばサービスとか企業としての成り立ちがあるからですではグリーンそれからクライム気候変動とそれからジェンダーとの接点 どういうふういふに考えますかバングラデシュにおきましては最大の最悪の被害を被っています。その中でブラックはこれから先10年にわたってどのような行動を取ってこられますか、はい、ポールさんが一番大きな NGO であったユニバーとかというお話だったんですけれども。 毎十年ごとに私たちはあこの第二の十年目を迎えています中でおいて大きく確信していかなければいけないわけですおっしゃったような内容に注力していますここではやはり開発というのは縦割りでした経済的なプロジェクト教育プロジェクトすべてが縦割りなんですそれをうまく横断的にマイクロファイナンスにおいてもその教育のニーズがどこにあって そのプログラムをうまくそのレベルで横軸に融合していくということが重要そこの部分がやはり私たちが申し上げているところのその接点なんです私たちはやはりこういったようなおっしゃった課題を言及できるような膨大化できました今花アウォードということでコミュニティのスペースを難民に向けて提供したということで新しい建築 手法をです導入したことによって受賞しました言う、えー、なれば高級的な建物ではなくて必要に応じて変えていくことができるんですネットゼロということにおきましても私たちのオフィスの方でこれを実現していますこのスタートアップも支援してます。まあ女性主体のクルナで、えー、高級集トイレをどう展開するかというスタートアップの支援、えー、またブラックとしていろんなサポートをしてます それが一つの方向性でではだい成長ししようとしているわけですもう一つは空間があるブラックというのは大学ブラック大学という大学を建てました。というのは今貧困層子どもたちが卒業するとどこで次の教育の場を見つけるのかという問題があったからです。 でブラック大学というのは今そういってもバングラデシュは大変そういってもいい学校になってますけれどもそのグループだけではなくて社会全体としてこれをどういうふうにしていいかということなんです一つまだこのパネルでは討議していないこととしてやはり政策そしてその政策が何を言及するのかといったところでの足場を抱えるということですもしこれをしないと自分の中で、えー 健全ではない枠を作ってしまうということになりますそこでそこで私たちそれを押し出そうとしています一つ今考えているイニシアティブとしてはこのアジアフィナンスロッピー会議に出席させていただいておりますが来年の計画としてはパートナーシップでいろいろな、まあ、できればですねこのグローバルサウスナレッジカンファレンスみたいなものをやりたいと思います新しい方向性ですよね グローバルサウスそれを地域として具体的に討議をしていこうということですこれは私たちの方で主催することによってどのテーマを一回一番私たちの重要なテーマになってるのかということを選定していくというようなこともやっていきたいと思ってます最後に申し上げたいのはこの私たちがやるというもの人間,です人間の部分ですプログラムがあってプロジェクトがあったとしても 最終的にこれ人間が成し得ることです私たちの従業員またスキルスキルセットと言ってもいいと思いますそれが重要になりますブラックというその母体としては組織としてはワンラック以上の従業員ということでその人間の質ということでの人材を確保するというのは重要大変難しいわけなんですねで、それを中でぜひ私が この今までの午前中からのメッセージとしてこの富をどう共有するかということ時間もそうです共有するということそしてその信頼を置いた行動ととといいうことが重要だと思いますですから富を分けるだけではありません楽しい時間を共有するということそして熱意や情熱というものも教育するということが重要だと思います。 そうですねえ、これは富をもしかして分かち合うより難しいことなのかもしれませんブラックウェイということでブラックウェイの方からぜひ笹川先生の方に伺いたいと思いますえ、この聴衆の方にご質問いただく機会を設ける前にブラックウェイというのがあってブラックの方法いかにブラックがバングラデシュをどのように形で変えてきたかという話がありましたしかし日 日本財団という方法というのもあると伺ったんです日本財団ウェイというのがあると伺いましたこの日本財団ウェイということについては具体的にはこれどういうことを意味しているんでしょうかぜひ直接佐川先生の方お伺いしたいと思いますもうその前にね、一つ今回のクローズドのセッションでも話題になりませんでしたしまだ出てないテーマの一つをちょっと喋らせてください それはあの多くの国民の皆さんがですね日本財団に寄付をくださるんですね。で私たちは活動家です。活というのはですねやはり私たちの財団が国民から信頼されないとお金は来ないんですね。 ですから私たちはやっぱり基本的には透明性と説明責任を持った組織でなければいけないということとまあ私あの若く見えますけど若いんですけども <laughs> あの朝6時40分には会社に出てね多い時には600枚令状書きます寄付金の。1万円以上お金くれた人には必ず私はあの自分のサインと ありがとうというのをちょっと簡単に書く600枚書きますよ毎日こういう繰り返しをやっている中で決して私たち行動する人間だじゃなくって日本でもまあ私たちがいろいろ難病の問題それから子どもの貧困の問題災害の問題さまざまなテーマごとに寄付を集めてますが 多くのの国民の皆さんから、ね、寄付をいただいてんですこれをきちっと説明していく上でそういう国民レベルの根っこがあって初めてね私たちはあ木として育ちねえ会いを伸ばして世界のために活動できるというこの基本のところはねやっぱ国民なんですね。だここの、ね、資金を 自分はテレビ見てあかわいそうだと思ったけども自分は仕事ができないとでも週末のレストラン行くのを一日やめて寄付しましょうっていう人がたくさんいらっしゃるんですこの人たちを私はね忘れちゃいけないと思って努力をしてるんでこの寄付集めというのは今回あんまりテーマになりませんでしたけどもやっぱ我々の活動の 基本ででございますのでちょっとコメントさせていただいて、まあ、私の日本財団という方法というのはですねあの常に我々は社会課題を見つけようとで多様な今の社会の中でですねこれ全てを政府やそして地方行政にですねあれしろこれしろって言ってもできないんですそれは。 だから我々もこういうその会議を開いて我々も何か行政や国家をサポートする方法があるんじゃないかと彼らが気が付かない分野をお手を出そうじゃないかということでまあこういう会議をやっているわけでございますけどもそういう中で我々が研究しそして調査をし その社会課題をやっぱり専門家に集まっていただく日本財団のテーブルにメディアの人も来てくださいます学者も来てくださいます、えー、我々も入りますそしてそこで提言をまとめますで、今子ども庁っていうのできましたけれどもあの提言書は日本財団が作ったものですそれから海洋の海の基本法っていうのもこれも日本財団が作りました でそういうのをきちっとやって単にあのシンクタンクじゃだめなんでシンクドゥーにならなきゃいけないんでそれをやっぱり政治家の皆さんや行政の皆さんも入ってますんでね我々の会議にそうするとこれはいいな国家としてやらなきゃいけない仕事だなっていうことには気が付いてくれるとすぐそれは動いてくれるんですね。ですから我々自身がややる仕事と同時にやはり 政府や行政が気づかない点でこうやればできるじゃないのという問題を抽出してそれをまとめ上げて行政あるいは法律を作ってもらうというのがまあ日本財団という方法という言葉で私は言っている簡単に言うとそういうことですね。Thank you. Um ありがとうございます皆さん素晴らしいパネルストからお話を伺ってまいりました。勇気を奮い立てる、聞く耳を持つ、そしてただ単に考えるということではなく、その実行行動を取るということ、それからその喫緊な課題について目を向けるということの重要性について伺ってまいりました。 では皆様、オーディ e n c からのご相受けタまりたいと思います皆様からも、ぜひとも、これだけは聞きたいというようなご質問を投げかけていただきたいと思います。こちらに、手が上がっておりますので、マイクをお届けしたいと思います。t h e gentleman n the checkshot. Yes. 熊本コネクションプロジェクトのジンモ森と申します発表お疲れ様でしたと1点今気になった点がございましてブラックウェイというものの浸透ということに関連しての質問です一般的に企業ですとコードオブコンダクトや各種の規定でこれ守ってないからダメだとかこれ守れてるかどうかとかを特に人事コンサルティング会社を使って中長期で見たりということもあると思いますけれどもまグローバルサウスの やり方特にブラックさんならではブラックウェイということにローカライズするにあたって特にそこでモニタリングとフォローアップとで気をつけていることこれはやらないこれはやる可能な限りでこの場でどういう工夫をしているのか共有お願いしたいと思いますドクト・エマンアイアンはチャレンジについてですかはい私はこの人のリソートの問題を そうですね。このそういった意味ではルーディリジェンスそして人的資源ということ採用からそしてそれぞれの中で単にこの罰則ということではなくて支援をするという取り組みを取っていますいろいろ注意を払いそしていろんなプログラムの中でこの若い人たちというのは大変若い年代で そういった意味では今後の将来のリーダーのためのスタッフということで入社といいますかメンバーにかかっっててくださっているわけですですからこれ私たちにとってすごく重要で人のスキルですね私たちのメンバーのスキルがどうなのかどういう可能性があるのかということそれが私たちにとって重要な部分であって特に価値という部分ですこの私たちはこの監視ということもしますけどインセンティブもあるわけです。 えー、ですから最適なモーティベーションを持ったやる気を持った人たち、これで今のお答えになっているかどうかわからないんですけれどもいかがでしょうか。いかがですかお答えになってますか。いきますとその支援ってなってくるとじゃあそもそも入り口のところできっちりそのあたりご理解願える人というそうでない人っていう形で進めていかないとまあ船に水入れるとまあ蟻の穴から積みも崩れますのでまあそのあたり 入り口のところとか、まあ、採用前の連携だったりそこが重要になってくるのかなという印象を感じました <Absolutely. S 3> おっしゃる通りですねまあ本当にきちんとしたプロセスがあります複数の面層に分かった何件もの面接があって面接があって採用するんです。 まあ本当に単に来る人たちは本当にやる気があるのかどうか、まあ、今の質問とはまさしく重要な点であってさまざまなステップを踏んでまあ関わりを持ちたいという人積極的にやっていきたいという人たちを選んでいくということをやっています。 黄がが黄色色ののののシャツの女性性それから男性の方からら男方手が上がっておおりますまますすずいに、so、印象にインスピレーションに富んだお話を伺いました。私自身もインスピレーションを受けた次第です。 ソープリーダーとしてどのようにして政府方のその信頼を勝ち取ることができるのか、またパートナーからも信頼を勝ち取ることはできるのを伺います。委員の方だったり、その組織として全体にその姿勢っていうのを統一するために、例えば笹川様が手紙、お礼の手紙を書いて透明性と信頼性をあの大切にされているっていうその 価値観を全体に浸透させるために、あのリーダーとしてされていることがあれば教えてください。お願いします。まず一番必要なのは体力ですね。私は朝五時に起きて四十分間ストレッチして、六時四十分には会社でもう仕事を開始しています。まあ日本のあなたが生まれる前の日本の言葉では、ああ人の背中を 親の背中を見て子は育つという言葉がございましたけれども、100の指導をするよりも、えー、トップに立つ人間の一つの行動があ大きな意味を持つと私は確信してそういう道を歩んでおります。Wow, これはなかなか真似はできないですね。 6時半にもそのオフィスにいらっしゃるんですね。これは大変です。もう一方ご質問があった方がいらっしゃると思います。コバミッチェルと申します。私はじ、まあ、持続可能性の企業を私の同僚と立ち上げました。あまあやれることはゼロから自らやりました。<laughs> お金もそうです。 全てできることを自分たちの力だけで大手の企業の仕事を終えたあとでやってます。今回ご登壇いただいている皆さんすごくインスピレーションにあふれてるんですがもっと基本的に質問いきたいと思います。小小ささななスタートアップ私たちのの企業といいうのは正しい方向性を において展開することが事業展開することができるのか。もしくはブラックというのは、もしくは日本財来ような大きなところに帰属すべきなんでしょうか。どうですか。じゃあ、これについては、はい、ジェクジェクさんお願いします。そうですね。私は。すべての企業家は独自の皆さ様相手が持っているというふうに思います。で、常にリスクを取った方がいい。自分の相手でリスクを取った方がいいんです。 大きな組織に帰属するよりもですですから私としては継続的にもやっていらっしゃることを頑張っていただきたいと思います唯一重要な部分どんな組織でもそうなんですけれども特にまあビジネスでは財務的に自分が持っているもの以上のものを捻出するのは無理ですですから 適切な人たちサポートしてくれる人たちに説得力があるかどうかっていうことは重要なんですねですから十分な素晴らしいアイデアでそれがサステイナブルかどうかということだと思いますポールさんそれに関して何か足したいことはありますか まあ大きくなくても影響力が大きいというわけではありません正しいやはり影響力を持つのは正しいアイディアかどうかということです私の企業が小さいということをおっしゃるんですけども9 9ン5というのは実は S によってて支えている経済なんですその資源だったりいろいろなことが下支えをしているのは99.9%です、えー、世界の持続可能性 SDG も UN もそうですしいろんな産業界もそうです商工会議所もそうですいろんなチェーン 連鎖の中にいろんな企業が役割をなっていてそれがこの流れを可能にしているんですですからそれを多くのイノベーションアイデアどこから来ているかということで社会を見てみるとこれは SME からなんですね中小企業なんです例えば食においていかに食の連鎖を変えるかということにおいては今もう寸断されていますけれども小さな例えばえこのグリーンとかネイブとか肉代替肉というようなものを開発することによってこれがつながっているイオンマスクなんて10年前はいなかったんですよ、まあ、今 この、ま、市場時価総額として、まあ、ここ数か月ちょっと変わりましたけれども、市場時価総額は他の企業を凌駕するようなすごく大きなイオンマスクは企業を立ち上げたわけです。規模ではありません。重要なのはアイディアです。まあ、オランダというのは小さな小国ですけれども、まあ、だからといって全く気になりませんでした。小さなことが大きな違いをもたらせないか、そんなことはありません。えそれは夜の顔を見れば、刈に超えたときにどれだけ影響があるかということを見れば分かります。 もう一方ご質問終わりですこんにちは私は NGO において30年40年勤めてまいりました私はフィリピン出身です日本には35年にわたって居住していますフィリピンの NGO がある時期 日本財団の受益者です我々の子ども教育のプロジェクトに資金を拠出してくださっていました私どもは直接その当時日本財団に助けを求めることはできなかったんですけれども日本財団のメンバーから推奨を受けました 私は取り組んでおりますのがサステナビリティ35年前からです。それから日本におけるデマイグラントにおいても活動は持っております。そしていつも私は直面しているその問題というのはサステナビリティです。しかも資金面でのサステナビリティです。プロジェクトなどにおける資金繰りというのは大変です。 しかし我々の仕事において最もインスピレーションを受けるのが教育です。就学前から小学校中高大学へと至るまでの教育です。今フィリピンにおきましてはこのプロジェクトの支援を受けているのは3万5000人の子どもたちです。しかしか プロジェクトはシンプルでなければならない。我々例えば20ある100ペソしかない場合におきましては、だいたいそのうちの80％をこのプロジェクトに割り当てることはできません。なかなか難しいのがこの資金面でのサステナビリティの問題です。ですからこの本日のテーマというのはアジアフィロソロピー会議ですが。 この方向性について私自身伺いたいんです。どこに向かっているんでしょうか。私はこの草の根レベルでの NGO に携わってまいりました。この経験を共有する中で先輩方の皆様からお話を伺いたいと思います。それから日本祭壇の皆様から伺いたいと思います。どどのようにして私どもは 皆さんとつながることができるのでしょうかフィリピンではまず適切なつながりがなければ皆さんとの接点を持つことはできないんですおっしゃってる点はよく分かりましたではラマンさんから伺いたいと思いますおっしゃってる点というのが NPO として どのようにしてサスティナビリティを築くことができるんでしょうかほとんどの,その資金というのがプロジェクトが投げられる場合においてはその組織そのもののサスティナビリティというのはどのようにして保障することができるんでしょうかそれに関しましては1つの言葉で答えることはできないと思いますでもご助言があれば2点のことをおっしゃいましたようにサスティナビリティともう1つがアクセスですよね そのアクセス源に関しましては笹川会長に伺いたいと思いましたブラックの経験からすればそのバンクラデーションの文脈になりますけど小さい NGO 今の方がおっしゃったような規模の NGO もうやはり苦労していますなぜならばこの支援の環境というのは今変わっているからですしかしそれよりも重要な点これは政策の問題がここに関わってきます 彼女のような社会的 NGO に例えばコストリカバリーモデルになってもらおうというのはこれが無理が伴いますというような資金はその社会事業化あるいはこの効果からしか得られないんですですからこのコスト回収モデルというのはここでは機能しませんなのでご質問というのは変えたいと思いますどのようにして この非国家アクターはソーシャルセクターにおいてどの4種キャパビルを促してそしてただ単に生存するだけではなく反映するためにサポートできるかということですね。彼女なんですけれども、NG、n p o が非常に苦労しています。会長は信頼とかそれから信頼があるからいわゆえに日本最大に多くの資金が流れてきているというお話をいただきました。 しかし非営利団体というのはアクセスがなければなかなか助成金などを得ることはできませんではどういう形をフィランサルピーを取るべきでしょうか彼女ようなその小さい側にどうやってリーチすることができるんでしょうか質問なんですこれはで私の答えは非常に冷たい答えですどういうことかといいますと NGO のトップの人は 何が一番大切なんでしょうか。トップは資金集めなんです。私はさっき朝六時四十分から礼状書いてるって言いましたね。あなた礼状書いてますか。支援者が増えていくようにお金を出してくれる人が一人でも増えるようにするのが NGO のトップの仕事なんです。 ところが日本財団では NGO にもたくさん資金出してますから年間我々のところに会計報告を出していただくのははです。す。全部我々は調査に行きます適切に使われたかどうか日本財団の監査部評価部というのはものすごく充実してるんですところが中にはねそんな報告書まあ、書くまあ、なんか私たちにはないんですと。 忙しいんですと言って私たちのお金も人から預かったお金ですから先ほど言ったように透明性と説明責任があるんですですから皆さんのところに報告書を出してください会計報告をしてくださいなおかつちゃんと調べに行きますところがそういう答えが返ってくるところがね年にやっぱり20や30あるんですねで NGO のトップはいかに資金が小さなお金がたくさん集まったかで評価されるんですやってる事業ももちろん評価の対象ではありますがみんな NGO はいい仕事やってんですでもいい仕事をやってるだけじゃダメなんですそこにお金が来なきゃいけないんですおっしゃる通りですそのお金を集めるのがトップがいかに 去年よりも今年は人数が増えたかで自分自身を評価してください。ありがとうございますもう一つ質問があったようなんですけれどもあと1分しかないということなので心よりお詫び申し上げたいと思います。パネリストの1人がどうしても飛行機の時間がありますのでここで止めさせていただきたいと思います。 パネルその皆さんここからから感謝したいと思います本当にライブな経験をここで共有していただいた直接お話が聞けた皆様は大変良かった機会になったのではないかと思いますどうぞ大きな拍手をお願いしたいと思いますどうもありがとうございましたそれではここで約30分間の休憩とさせていただきます 次のセッションはパネルディスカッションに障害者インクルージョンの実現に向けたフィランソロピーとビジネスのパートナーシップのあり方です再開は16時16時を予定しておりますここまでご視聴いただきありがとうございましたそれではこれよりパネルディスカッションに。 障害者インクルージョンの実現に向けたフィランソロピーとビジネスのパートナーシップの在り方を開始いたします。それではファシリテーターのザ・バリアブル500創設者キャロライン・ケイシー様よろしくお願いいたします。皆皆こんにちはご参加の皆様 そしてオンラインでご参加の皆様アイルランドからご参加の皆様そしてヨーロッパの方おはようございますそしてニュージーランドからの方はもしかしたらこんばんはになるかもしれませんけれども皆様本日はお越しいただきまして本当にありがとうございますまず私の方から自己紹介と今回のパネリストの皆様を紹介したいと思いますただまあそちらに入ります前にですね皆様に申し上げたいのは 通通訳訳者でささんケイコさんの方から通訳に入ってていいいただいていますなので私はアイルランド人ですので早口になりすぎる嫌いがありますので皆様なるべくゆっくりめにお話しいただければと思いますそして我々も椅子をもう少し近づけてですねより近しい形での対話をしていきたいというふうに考えておりますなので皆様オーディエンスの皆様とも是非 対話をしていいいきたいという,ふうに考えますまさに本セッションでありますけれどもパートナーシップそして関係性をどうやって構築していくのかこれはフィランソロピーとビジネスのパートナーシップを築くことによって多様でかつ公正かつインクルーシブな社会を作り上げていくということですので我々から一,一方通行で話すのではなくて皆様とインフォーマルな形でいろいろ対話をしていきたいというふうに考えます。 それでは本ディスカッションの前にまず皆様パネリスの皆様にお名前とお仕事についてそしてお一人一人にとっていわゆるインクルージョン包摂性そして多様性そして公平というものがどういったものであるのかどういうふうなウマをしているのかお知らせいただきたいと思います。私はキャロラン・ケイシーと申しますアイルランドから参りました。 私はバリオーバー、え、ファイブハンドレットの創設者であり、トラブルメーカーでもあるというふうに自負しております。私にとって法制姿とは何であるのか、これは。誰もが。 自らを隠すことがない居場所が作れる世界を作るということです我々それぞれが反映できるそしてポテンシャルを最大限に達成することができる我々自身として一人一人として個性を生かせるということですえですから全てのバリアというものをここで打ちまかすというところですえそれではこの順番でどういたしましょうかえ富士山 <laughs> 富士山 自己紹介をお願いできますでしょうか。h i、えー、藤本と申します。あのぜひあの富士山というふうに呼んでください。富士山はあの日本で一番有名なマウント富士と同じ発音をします。だから日本で一番この愛されている山ですので、富士山と言われるたびに私のあのウェルビーングすごく上がりますので、ぜひ富士山と呼んでください。今あの住友生命という会社でオープンイノベーションとコーポレートベンチャーキャピタルの責任者をしています。で インンクルージョンについてですけれども私自身はあのウェルビーイングを今追求してるんですけれどもウェルビーイングってなんか WHO の、えーまあ、定義を使ってよく身体的精神的社会的に、まあ、完全に良好な状態のことを言うみたいな定義がよく使われてるんですけれどもそんな人間ってなかなかいないと思うんですね。やっっぱり健康なな人だけじゃなくてて病気があっても 幸せになっていいし幸せを目指したいしあるいは弱いを重、ね、年を重ねる中でも幸せにどんどんなっていけたらいいなと思いますそういう一人一人が自分自身自分なりの幸せを追求できる状態それがあの私自身のインクルージョンの定義ですどうぞ今日はよろしくお願いいたします藤、well, <thank> さん これから山山男山,さん山というふうにお呼びいたしましょうか次にリリベスさんの方から法制線についてお話しいただけますでしょうか皆様こんにちは私はリリベスアリストレナスと申しますフィリピンのユニラボ財団から参りましたあれはその医療そしてヘルスケアの企業のコーポレートの財団であります でここは東南アジアで本当にエクスポンサーが非常に大きい財団であります。私はインクルーシブな社会を作るそのプロジェクトに携わっております。これはジェンダーであれ、あるいは性別差別であれ、人種であれ、あるいは障害であれ、えそして所得、まあ、こういったところで差別を受けている人々が、がまさに個々の最大限の その能力を達成する、そしてそれぞれの地域地域社会に貢献をしていくということであります。それでは佐藤様、佐藤氏さん、ぜひお話しいただけますでしょうか。はい、皆さんこんにちは。佐藤佐藤氏と申します。私は佐藤と言うんですけど、これは日本の言葉で言うと甘いっていうのと同じ言葉なんですね。 私はですね、えー、DPI 日本会議という障害者団体で働いております。あの普段は、えー、政府に対して日本の障害の法制度をより良いものにしてもらえるように働きかけております。で今日はですね、えー、JDF という、まあ、DPI も入ったあの日本の日本 13の障害者団体で作ってるネットワークを代表して参加させていただきましたインクルージョンですけど私はこの言葉はとっても好きです私にとってのインクルージョンはですね障害がある人も健常者もま同じ場所で共に学んで共に働いて遊んでいくまそういう社会を目指しています今日はよろしくお願いします Thank you. So、ありがとうございます。それでは山男と佐藤男、お二人がいらっしゃるということですね。それでは、陽介さん、いかがでしょうか。ご紹介ありがとうございます。日本財団の石川と申します。普段は日本財団の海外事業の海外障害者事業を担当させていただいているものです。私にとってインクルージョンとは何かと。 いうことですけれども、最初に思いついた言葉はこう受け入れられているっていう言葉でした。あのすべての場でえすべての人が受け入れられるのは難しいかもしれないんですけれども、すべての人があの自分にとって大切な場あどこかに所属している感覚があるということなんじゃないかなと思っております。今日はよろしくお願いいたします。よ介さんありがとうございます。 それでは私の行っている活動についてまずご紹介をするということなんですがただ当初の予定では少し手短にお話をしたいと思いますこのバリアブルファイブハ5 0 0でありますけれどもこれはまさに素晴らしい事例としてフィランソロピーとビジネスがまさに共に集ってこの非常に重大な課題に対応しようとしているからであります。なぜ、 私がこれに関して非常に関心を抱いているのか、私は視覚視覚障害者であります。こういったですから非常に弱視であると見ることができない。で皆様もまあ直接見ることができない。なので私自身が皆様の椅子を椅子を近くにしていただきたいというのはそういった理由によるものであります。で私は実はまあ過去今五十一歳なんですけれども。 1971年にアイルランドで生まれました。で当時障害というのはビジネスとは一切考えられていない時代でありました。で先ほどはお話がありましたけれども、まあ、財団が企業の一部であるというふうに先ほどユニラボ財団の方からありました。そして藤さんもおっしゃいましたまさにその事業活動の中で行われているこれは非常にユニークであります。このバリアブル500 500でありまますけれども、ま、さに これだけその人々が阻害されているということこれは非常に大きな危機だと言えるでしょうさまざまな条約等がありますさまざまな財団基金チャリティそして政府がある中でそれでもなおこの課題はまだ残っている非常に甚大な問題であるわけですですから我々はビジネスというものが最も重要な役割を果たすのではないか解決策を生み出すことができるのではないかというふうに考えます。 この地球上でその社会の中でもビジネスというものが非常に重要である。ですから社会の中のその一員としてビジネスが重要であるということです。それではこの2社の事例のような形でどういうふうに今後取り組みをしていけばいいのかそれは最も大きな集団的な力というものを一つに合わせたらどうかというふうに考えたわけです。今500社 集ままることができましたなのでザ・バリアブル・ファイブハンドレットという名前が実現したわけであります。ありがとうございます。500社、世界でも最も影響力がある会社、まあ、そういったところから署名を受けた、そして CEO の方にまさに署名をしてくださっている。実は住友生命様もそうですね。えそして先ほどの 500社のうち55社が日本の企業でいらっしゃいますこれは本当に素晴らしいことですそれでは次のステップは何でしょうかどうやって集団的にそして個人的に行動していくのかということですバリアブル500というの私たちの仕事これは500社に対してさまざまな機会を提供して共に同期化して同時にバリアこういったシステムを実現していくための バリアを取り除いていくということなんですインスピレーションではないチャリティーではない本当に体制を変えていくということなんです2023年から2025年にかけてリーダーシップ活動をしていきますですから障害を持つ方々が企業のトップになっていくそしてきちんと報告を受けてきちんと代表されるという状況であります2025年東京に戻ってきたときにぜひ皆様にそうなったと この500社でこれが実現できたと報告できるようにそういった形になりたいと思います。ポジティブな形で現状を打破できればと思います。それが私はここにいる理由であります。我々がこそがまさにフィランソロピーとビジネスがパートナーシップを築いてウィンウィンのモデルを構築できるということです。実は Variable500 これは家を実際にそのかけてそういうかけて。 私たしはそして日本財団からご支援をいただきました我々の活動の内容のポテンシャルを見て日本財団様からそしてもちろんそのもともとの資金というのはビジネスからの資金でありますのでその資金を活用してフィランソロピーとビジネスを融合させようパートナーシップを構築していこうということであります。 ですから皆様本日これをどうやって実現できるのかぜひともお考えいただきたいと思います。それではまず富士山んにマイクを渡したいと思います。バリアブルファイブハンドレッドの署名企業として、そして我々がフィランソロピーからより継続的なそのシェアドパーパス CSB まあそういった観点からぜひご報告いただければと思います。えー、すごくあの。 ハードルが上がる紹介をしていただいてありがとうございます。今日はあの私の方ではまあ,あの障害を持つ方とのインクルージョンですねそこについてお話をしたいと思うんですけれどもその前になぜこういう取り組みを我々がやっているのかっていう背景を少しお話をしたいと思います。あの次お願いします。あの住友生命の紹介です。あの日本を一応代表する保険会社の一つです。 でアジアを中心に事業をあ日本中心で、まあ、アジアにも事業を、えー、展開しているとそのような状況です。次お願いしますで我々のパーパスが何かっていうことなんですけれども左側に左側ですねこのこあの書いてると思うんですけれども住友生命が70年前に作った経営理念の一番最初に書いてある言葉ですね経営理念の一番最初に我々のパーパスが書いてあってそれは 社会公共の福祉に貢献することが我々の使命なんだっていうことを書いてますでこの貢献の仕方については右側にありますけれども、まあ、保険事業を通じて人々にけん経済的なまあウェルビーイングを提供するということですねあのまあ病気になっても心配がないとか亡くなっても遺族が安心して暮らせるとかそういうものを提供してきましたそれだけじゃなくてフィランソロピーについてもかなり前から 1960年から、えー、取り組んでます次のページをお願いしたいんですけれども、えっと、一番最初はけんけん検診事業ですね、えっと、検診車っていう車で全国の小学校の、えーまあ、健康状態をチェックするっていうのを1960年からスタートしますそれからあの今日説明しませんけれどもいろんな取り組みをしてて例えばへ地医療の何十年も従事されているお医者様を、まあ、あの検証したりとかいろんな取り組みをしてますただこの取り組みをずっとしていく中で フィランソロピーってすごく大事なんだけれどもこれだけじゃないよねまだできることあるよねっていうことで次のステップに進むことをしました次のページをお願いしたいんですけれども我々はこのクリエイティングシェアドバリューのプロジェクトをやってますあのバイタリティっていう健康増進型のプログラムっていうものを保険とくっつけて健康増進型のプログラムって提供してますこれによって我々のこのプログラムに入ってくださった方が健康,な健康にいい行動をすると 保険料が安くくなっていくんですどどんどんで保険料安くなったりいろんな得があるんで健康にいい行動をしてその方は健康になるとそうすると保険会社も保険金を支払うのが減っていくとで結果的に、まあ、これ数字で出てきてるんですけれども社会全体の健康度、まあ、入院率とか死亡率が下がってきて、えーまあ、医療費も下がってくるとこういうあの日本でいう三方よし三者がみんないいっていうような のの取り組みっていうのを始めてますただこれはあのポールさんがネットポジティブの本の中でクリエイティングシェアードバリューはまだ十分じゃないよっていうふうに書かれてますけれども我々もそういうふうに考えていて次のステップに進もうというふうに今してます次のスライドをお願いしたいんですけれどもこれがウェルビング・アザ・サービスというえこういうエコシステムを作っていこうというふうに考えてます上の方には先ほどご紹介したバイタリティっていうのがあって 健康な人を応援するような活動をどんどんやっていくんですけれども、それだけじゃ十分じゃなくて、ディセイズマネジメントって書いてますけれども、病気があっても幸せを目指せるようなサービスを提供していきたい、あるいは、左側にありますけれども、まあ年,まあ、年齢をとっていっても、幸せをどん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 目指していけると、このようなサービスを世の中に提供していくと、そのようなステップに進んでいこうというふうに考えています。 次のページをお願いしたいんですけども障害者インクルージョンの課題ですね世の中でこの取り残されちゃいけないとみんなが幸せを目指さないといけないということでこの取り組みを強化しています次のスライドお願いしますそのために始めたのが2019年にシンガポールの方に、まあ、あ NPO を作って障害者障害を持っている方の就労機会を増やすためのアクセラレーションプログラムというものに取り組んでいます今6つの 教育機関と連携して、あるいは50以上の企業と協力をして、そこの企業に働いている従業員の方がメンターになったり、いろんなプログラムを手伝ったりしてくださっています。これで、まあ、あの障害者の方のアクセラレーションプログラムというのを作って、165名の卒業生の方が今、生まれてきたという形になっています。もう少し説明しますと、次のスライドお願いします。これれ中身ですけれども 特にですね、デジタル領域ですね、デジタルマーケティングであったり、UI、UX であったり、このあたりはすごくこれからの成長領域だと思うんですが、まあ、せっかくこういうチャンスがあるのになかなか障害を持たれている方がここ、この仕事に就くための能力開発の機会がないということで、我々はこのプログラムっていうものを今、各いろんなパートナーと一緒に提供しています。ここはあの上の方にあるようなハードスキル だけではなくて下の方のソフトスキルですね、えー、まあ、コミュニケーションの課題であったりまあ、他者とどういうふうにつながっていくのかとかその横にあるような、えー、自分の自己管理みたいなソフトスキルというものを大事にしながら、えー、就業者のデジタルあ障害者のデジタルアクセレレーションプログラムというのを今提供しているということですねで次のスライドお願いしたいんですがここを我々単体ではなくていろいろな企業様と一緒に 取り組んでいます。ユニリーバさんであったり、えー、いろんなこれブルームバーグさんであったり、いろんなあの企業さん載ってますけれども、他にもえマイクロソフトさんであったり、AWS さんであったり、メタさんであったり、Google さんであったり、まあ、いろんなあのグローバル企業の方々がこのプログラムに一緒に参加、パートナーシップを持って参加をしてくれてます。それで、えー、実際にプログラムを提供してくださったり、あるいは卒業生を実際就労の機会を 与えてくださったり、あるいはさっき言ったように、一緒になってこのプログラムを作ってくださったりと、参加してくださったりと、こういうような形をやってます、こういうようなパートナーシップで、障害者インクルージョンの世界を実現していくというのが、今の私たちが、まだ始めたばっかりですけれども、取り組んでいることです以上で説明を終わります。 素晴らしいですね本当に素晴らしいと思います信じ難いほどに本当に先進的な取り組みであられると思いますそして単に皆さんの組織だけではなく他の組織と協力していらっしゃるというところに心を打たれましたそこで他の組織も こういったことをしようとお考えになるときトモワークのように仕事をしたいと思っているところでに対してどんなことをアドバイスされますかどんな困難がありましたでしょうか藤さんはイノベーターでいらっしゃいますどんなことを他の方にアドバイスとして与えたいでしょうか同じようなことをしようとしている人たちどんな困難性に向き合うのでしょうか組の課題だと思うんですけれども一つは最初にも話をしましたけれどもこの事業を どうやって続けていくのかっていうのはすごくいろんなこの難しい課題があると思うんですね。一つには、えー、企業のフィランソロピーでやっている時にどうしてもこの予算の管理っていうものがあってどん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 広げていきたいのに予算の枠があって広げていけないとか、まあ、場合によったらこの課題はもう打ち切りみたいなことも可能性としてはあると思うんですね。だから僕はこういういものを ビジネスの力を借りて自分たちでどんどん回していくどん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 大きく広げていけるとこのような仕組みにしたいなっていうふうに思ってるんですけれどもこの、ま、お金の面の課題っていうのが一つあると思うんですねこれがあのすごく重要になってくるともう一つは人の問題だと思うんですね意思のある人がここに関わり続けられるかどうか実は今日はあのトモワークの CEO の、えっと、マイクが会場に来てくれてるんですちょっとマイク立ってもらっていいですか あの彼は日本でこの課題を解決したいっていう思いを持ってシンガポールに行ってシンガポールでこの実験をしてそれで NPO を作って今いろんな企業とコラボレーションしながらこの取り組みを広げていってるんですけれどもこういう意思のある個人がずっとコミットできる仕組みっていうのをどう大企業で作れるのかこれ結構大変で大企業こんだけ優秀な男ですから優秀な人ですから。 他の課題に次の課題与えたいんです。やってほしいんですね。その時にどうやって彼がコミットし続けるのかすごく重要で、だから今日ぜひ皆さんにお願いしたいのは、マイク会場にいますので声かけて、ぜひ一緒に何かやりましょう、一緒に応援しますみたいなのをぜひあの声かけいただきたいと思うんですね。そうすると住友生命がもうマイクもう日本に戻ってきて他の課題やれって,言ってもいやいやもうたくさんの人が応援してるからもう無理ですよっていうふになったら。 彼ずっとコミットできるのでぜひ皆さんにそのお力添えいただきたいと思います。Okay, I'm just s i n g t translation.Mike, where are y o u さん、どこにいらっしゃいます見えないんですけども、私はちょっと見えませんが、どちらにいらっしゃいます一言お,お言葉いただけますかどうぞ。これはもう本当に。 肩肘張らないセッションにしたいと思いますのでそのご経験についてお話しいただけますかトモワークについてどんなことをしてらっしゃるのかありがとうございましたお話をする機会をいただき嬉しく思います。マイクでですす日本人なんですが もし自分のことを言うならば日本人だけれども髪の毛を黒いしブルーの紺の背広も着てこのグレーのズボンも履いて眼鏡を持ってかけていますが2年前からシンガポールにいるとそしてたくさんの課題がありました本当に難しかった新しいイニシアチブを立ち上げてマネジメントチームを説得する大変でしたしかしながら住友生命の場合には本当に経営層がサポーティブでしたしっかり助けてくださったそしてまたパートナーもシンガポールで。 企業のパートナーもそうですしボランティアの方々も本当に支えてくれましたということで寂しいと思ったことはない常に支え,られると感じ支えられていると思いました仕事は大変でしたけれどもちゃんと支えられているとみんな周りにいるんだと思いましたまた笹川さんについてもこのいろいろなご支援をいただきました資金調達が一番重要であったわけなんですが明日の朝の5時にこのージでまたオフィスに行ってそして6時45分にはまた。 このレターを書かなければいけないと、でそのドナーに対してお願いしますとお手紙を書くわけなんですが、そんな仕事をとても楽しんでいます。自分の目的を果たすことができるようにということで、さまざまなコー,コーポレートカードの間やボランティアと一緒に仕事をするのが楽しいです。applaud Mike also for doing a visual d e s c r i h o u l d have done that Actually, I 出すべきでしたがそれができなかったのは残念です。ということで皆さん本当にありがとうございます。何がにどんなニーズがあるのかということについてえ君さんありがとうございます iPad を出してくださってありがとうございます。スクリーンを見ることができないので君さんにこのようにこれを出していただいて本当にありがたいです。富士山このような形で予算がいられているということですがどんなことができるんでしょうか。 ここでその際にどうやって資金をこのずっとつなぎ続けることができるのでしょうかそしてそれによって事業を拡大するかそれはまた次にお話をしますではリリバットさんどうぞどういった学びどういった課題に直面されているのかご紹介いただけますかスライドを準備しておりますのでそちらを投影していただけますでしょうか次のスライドお願いいたしますこちらでご覧いただいています えなんですけれどもフィリピンの中核的な価値であるバヤアニーハンを示したものであります助け合いということです共通の目標を達成するためにお互いに助け合うこれこそがコラボレーションのエッセンスだというふうに考えておりますしこれがユニラボ財団そこのミッションでもあるというふうに考えておりますこれはユニリーバーさんですとかその日本財団さんですとかそこまで大きな規模ではないんですが 私どもがどうやって取り組みを通じてフィランソロピーの活動を続けているのかお示ししたいと思います。こちらのスライドなんですが戦略的なフレームワークをお示ししています。我々はまずはリサーチから始めております当然全てがデータによってバックアップをされなければいけないですからまずはリサーチということです。 そしてさまざまな機関とともにそのデータ分析というものを共に行ってまいりました。つまりこの理由というのはどういったところにギャップがあるのか。あ、そうですからエビデンスエビデンスベースの介入をしていくということここを重視しております。でここのギャップというものを明らかにして特定にした暁には。 もちろんこれに関しては個々の介入社会的な介入これがデータによってサポートをされているということですが最終的にはシステムそのものを変革していこうということであります。ここれをどういうふういいいに実現していくのかということですが 私どもはさまざまなステークホルダーとともにそこで解決策というものを共に見出しますそしてプログラムというものを構築するわけですがまずはスケールアップをする前に POC という形でまずトライアルをするわけですですからそういった学びの枠組みというものがこのフレームワークの中に入っているわけでありますですからこれを必要に応じて調整を加えていくということになります サステナビリティについて言及がありましたこういった活動というものをどういうふうに規模を拡大していけるのかってことですがこれに関しては四つの戦略を有しておりますまずやはりポリシーの政策のアドボカシーこれを非常に重視しております我々のポリシーリサーチそしてそういった事業部というものを財団の中で作っております専門家とともにも作業をしております ですから、まあ、ポリシーに関して働きかけをするということになりますと、例えば、あその元保健大臣が、その私どもの技術アドバイザーとして一緒に仕事をしているということです。それからナレッジプロダクトということなんですが、さまざまなツール開発も行っております。こういった、あその基本的な健康を担保するものとしてさまざまな開発をして、最終的にはさまざまなメニューとして えそれを一般の人々あるいは開発セクターの皆様と共有するという考え方です。そして企業の財団と何に関してもそれを共有していくということです。すいませんちょっとスライドが今抜けてたのかなと思うんですが、えそれからアライアンスこれが非常に重要だというふうに考えます。えその規模を拡大していく中でえ政府そして学術機関とともに作業をしていくということです。 そしてこのプロジェクトを我々がパイロット事業として立ち上げたもの POC を確立したものこれを実際に提供することによって資金調達をしていくということです。で最終的にスピンオフということになります。まあ、先ほどの,あの発表者の方からもありましたけれどもスピンオフということでありますが。 ここれは異なる NGO を設立していいくということうです財団の中で立ち上げたものが成熟してでそれを財団の外にスピンオフをして、えー、彼ら自身がまあ資金調達をしていくということになります。まあ、我々はもともと医薬品の会社でありますので、まあ、WHO との作業というもの、えー、我々はさまざまなモジュールがありまして、えー、例えば、えー、自殺に関してのイニシアチブ でそれに対してえツールキットというものを我々が提供しているわけですけれどもただもともとは医薬品会社ということですのでなかなかその WHO にそのまま受け入れることはできないですからあのそういった意味では資金調達が難しい部分もありますえ先ほど藤さんの方からあマイクさんのご紹介をいただきました私もえどこにいらっしゃるんでしょうあ私も見えないですよ 私もパートナーシップのディレクターの方にお越しいただいております。自己紹介していただけますかどこにいらっしゃいますか非常に民主的な対話になってきてますね。みんなが発言の機会を与えられているということです。ありがとうございます。素晴らしいリーダーが我々の活動の内容というものを共有していらっしゃいます。私はパートナーシップの事業を担当しておりまして。 どういった活動をしているのかご紹介できればと思います。まあ、皆様の一助になるかもしれない活動をしているかと思います。で、本日、皆様、サステナビリティ、資金調達について懸念されている方も多いかと思うんですけれども、我々は資金調達というのはフレンドレイジング、ファンドレイジングはフレンドレイジングだというふうに考えております。資金調達は友達作りだということなんですね。信頼関係 というものを構築することによって自分の自らの機関の真のそのまあその目標というものまあこれを示すことができればおのずと資金はやってくるんだよという考え方です。前回しました皆様と直接お会いするお話しする機会を楽しみにしております。ありがとうございます。え今後 この後また我々の問題共有できるかなと思うんですがあの次のスライドをお願いいたします。こちらのスクリーンにお示しているのはプログラムの柱をおお示ししておりますこちらのプログラムでは社会的な課題特に分野問題的な社会的課題というものに対応しておりますアジアでということになりますがまずは教育からスタートしておるわけです。 ただ、ステム、特にステム教育、まあ、科学、技術、エンジニアリング、数学となぜステムなのかこれはまさにイノベーションにつながる教育だというふうに考えるわけです。そして将来はまさにステムスキルに基づいているというふうに考えているからです。 そういうのもまあコロナによりまして、やはりメンタルヘルスというものの重要性、ここが非常に重要視されております。えですからメンタルヘルスこれを促進するためのモジュールの開発、こういったメタヘルスの問題に対応しようとしています。えここは障害者の方々のもに対してその機会を提供できると、みんなに対して機会を提供できるというふうに考えます。 精査であれ人種であれ所得であれそういった方にもきちんとチャンスを提供できるということですそれからいろいろな機会イニシアチブというものを提供しております MITMIT MIT とのコラボレーションがありましてグローバルオポ,ニオポチュニティイニシアチブというものを立ち上げておりますこれはロケット科学ではないんですけれどもこのコミュニティを作って ビジネスが個々の課題というものを共有して解決策も共有していくというものです。2つ目でありますけれども、より先進的なま製造マニュファクチュアリングをしていくということです。で、こちらは私どもそのグローバルアライアンスの一員として USID a、ID、の元にそれにに参画をしております。 これまさに技術が刻々と変化している中でそこに対応をしようとしておりますそしてプロジェクトインクルージョンネットワークというものもございましてこれは障害者のの方々によりり雇用機会を提供する,とするものでありますまず STEM に関してですけれども先ほども言及がありましたけれども我々もより包括的なアプローチをとっております。 ステその幼稚園基礎教育から中等教育高等教育に至るまでこれは3年生までこういったそのステム教育はないということで我々はそういった科学のリテラシーを高めるための試みというものを早い段階から施そうとしております。そして その企業パーーートナー向けにモジュール開発もしております最近ではデルケミカルに関してこういったプラスチックのカリキュラムというものを導入しております。またインクルーシブこういった包摂,包摂性というものの学びの場も提供しております。特にコロナ禍を経てということで s t e m l a 等を確立いたしまして今年は STEM イナバックパックという形でさらにプログラムの拡張を遂げておりますえ、そしてえこのえ高等学校でありますけれどもで特にこのプログラム A A というのは農業を示しているんですけれども STEM のイノベーションプログラムというものも立ち上げております誰も取り残されないようにえこういったえその学びのシステムというものを確立しておりまして技術職業訓練を受けられるということです でこれはすべてその s t e の要素が入っているということでさらに収入が高まる機会があるということです。そして人材育成ということでこれがあパイプラインをすべてを示しております。インダストリー4.0、将来に向けての学びをしていくということです。リリベスさん。 これ本当に言いづらいんですけれども本当にいろいろお伝えしたいことがたくさんあるってことは聞くんですが他の方も控えてますのでなるべく手短にお願いします。ではこちらのスライドですけどメンタルヘルスに関してということですがこういった非常に専門的な介入をしていくということでさまざまなメニューがあります。例えばこのスペシャライズドなケアということでこういった自殺に対する対策。 あるいはツールキットとも開発しているということです。それからアクセストゥーワークモデルということで、これは障害を持つ方々に向けてに対してま雇用を支援していくということです。これは実際に会社サイドに対して、まずその雇用者側の準備をしていくと。雇用者側が、 ああまさにその、まあ、障害を持つ方々に対してのキャリア構築ができるような準備をしていくということです。でこれが一つ、まあ、証言として、えー、ダッキーさんというんですけれども、まあ、障害を持つ方ですが、えー、まず、まあ、さ大,学あ大学を出て JP モルガン・チェイスで今3年目になれます。 今、マネージャーまで昇進されて、他の障害者の方にとって大きなモチベーションになっています。で、最後のスライドですけれども、これ、先ほど申し上げた MIT とのグローバルオポチュニティ、えー、イニシアチブであります。数週間前に立ち上げました。あ,あまりは早口に <laughs> 話さないようにということで、ちょっとお時間がなくなってしまいました。ありがとうございます、レリバットさん。えー、サトシさん。 佐藤さんの方でなさっていること、かなり私たちが今話したこととかな変わってくると思うんですが、この韓国等についてお話しいただけると伺っています。どうぞその点についてお願いします。はい、ます Thank you very much え。えっと私たちあの JDF の取り組みをちょっとご紹介したいと思います。あのまず JDF はですね、2004年にあの日本であのできたんですけれども。 日本には障害者団体がたくさんあるんですけれども全国組織の13の13団体が集まっって作ったネットワークですちょうどこの2004年っていうのはニューヨークで障害者権利条約を作っているまさにその途中の時だったんですけれども JDF のメンバーもニューヨークに行って条約を作る時にいろんなロビーングを行ってきました。 ですので JDF は障害者権利条約をですねぜひ日本で進めていこうというのが大きな活動のテーマです。で障害者団体はですね私のような身体障害も団体もありますし視覚障害聴覚障害知的障害精神障害などさまざ、あ、まな団体が入っております。で委員会がありまして、まあ、主にあの私たちは国に対して 法制度の整える、まあ、そういうい働きかけをやっておりますであの日本は2014年に障害者権利条約を批准しまして私たちはですねこの批准した国は必ず、えー、建設的対話っていう、まあ、審査を受けるんですけれどもこれがですね審査を受けた後あの勧告を出されまして、まあ、それがですね日本の 法制度のバージョンアップにあの役立つまあ絶好の機会だというふうに考えてえおりました。そのためにですね積極的にまあ働きかけていこう。具体的にはパラレルレポートを国連に提出しようという活動をしました。まずですね他の国はどうやってパラレルレポートを作っているのかなというのを学びにですねスイスのジュネーブの国連本部に 他の国のの国審査の状況を見に行きましたそしてですねその国の障害者団体の人たちがロビングに来ているんですけれどもお時間を頂い,いてですねどうやってパラレルレポートをまとめてきたかということを教えていただいてそれを参考にして2017年から取り組みを始めましたもう6年やったんですけどこの間に3つパラレルレポートを作って 国連に提出をしました。そして今年の8月にですね、国連の本部で日本の初めての建設的対話があったんですけれども、この時 JDF からは70人、日本全体で言いますと他の団体も含めると100人ジュネーブにあの行きました。これはですね、今まで一番あの多く来た国っていうのは。 2014年の韓国だったそうなんですがその時は60人だったそうですですので、まあ、日本の障害者団体、まあ、ものすごくこの対日審査をまあ重視してですねたくさんの人がまあ傍聴に行って権利委員に働きかけを行いましたで私たち JDF はですね、えー、日本の障害者雇用について、まあ、どういった問題があるかということで5点 まとめて意見を出しました。まず一つはですね、えー、通勤や職場での解除が十分受けられないという問題です。あのまあ、身体障害でですね。全身性の障害、お手も動きません。っていう人は、あの常に介助者が必要なんですけれども、解除の人がいたらですね。働くことはできるわけですね。で、日本の場合はあの解除制度もかなり、あの良くなっておりまして。 重度、えー、訪問介護っていう、あのー、パーソナルアシスタンスの制度があります。これはあのー、非常に重度の人は呼吸器をつけてるような人は24時間解除を受けることができます、えー、ただしですねやってはいけない介助というのがありましてそれがですね通勤では使っちゃだめですよという規定があるんですね。まあ、そのの結果がが必要な重度人が えー、就職はできないというそういう妨げになっているという問題を指摘しました、えー、2点目はですねあの福祉的就労、えー、これはあの労働法が適用されないあの雇用形態ですけれどもそれと、えー、そこに行くために利用料を払うということも、まあ、法律であの記載されているんですねでさらにまあ所得も非常に低い、えー、こういったまあ問題があります で3つ目はですねあの差別の禁止と合理的配慮ですえ職場でまあ合理的配慮を的確にまあ提供していただいて働けるようにする、まあ、そういうの職場の中での問題もないかということで監視機関もぜひ作ってほしいということを言いましたであとはあの日本は、えー、障害者雇用促進法っていう雇用率制度があります 2.3%障害者を雇うということになっているんですけどその対象にならない除外率制度というのが一部ありましてこの問題も指摘しましたそして最後はダブルカウントと特例子会社いうこれはかなり日本独特だと思うんですけれども重度の障害者は1人なんですけれども2人というふうにカウントしてもいいですよ という仕組みがあります。それと、えー、特例子会社というのは、まあ、障害者だけをこう集めて、そこでまあ働く会社というところで、まあ、一見、そのお、就労の場にはなっているんですけれども、条約が言うインクルーシブという視点では、あ少しそれは問題があるんじゃないかなという、まあ、こういった五点を指摘させていただきました。はい。Translation <Thank> ありがとうございました。私からも2つ質問をさせていただきたいと思います。まずこちらでユニラボのお話をお聞きになりましたけれども、これは良いやり方だと思われんでで思われますか。つまり特別な要素あるいは特別な施設を作っていくというのはどうなんでしょうか。つまりこれは。 特別ななととといいいううう形でで扱われれるというここについてはこれは進歩なんでしょうかそういったものを作っていきたいのかあるいはもっと包摂的なアプローチのほうがいいんでしょうかあのまあいろんな取り組みがあるんですけれども、まあ、私たちが大切にしているのはその障害がある人と障害のない人場を分けないと、まあ、同じ場であの一緒に生きていくえそのためにまあ教育もそうですしあの働くところもそうですし 生活する場も入居施設じゃなくて地域の中で支援を得て受けていく生きていくということを目指しておりますのであのぜひ方向性としてはあの障害のない人もある人と一緒に働けるそういう仕組みを作っていただきたいなと思います本当にその通りだと思うんです。 私もこの障害あるいは法徹性ということを考えるときには統合していくということがとても重要だといつも思ってきましたそしてその中でいろいろなバリアを取っていく例えばこの輸送のシステムとか交通のシステムとかビジネスにしてもレザーにしてもそうですみんな障害を持っている人も本当に平等にアクセスすることができるようにしていきたいということだと思うんですでは陽介さんいかがでしょうかこのようなことをやってらっしゃる中で何かアドバイスはありますでしょうかこの障害を持っている人が このど例えば仕事をするにあたっても何をするにしてもどんなふうに考えるのかということについて教えてくださいありがとうございますえっ、ー、とどうしましょうかスライドの前にあのご質問に答えとかよろしいですか ?Yes, yes absolutely go first yeah no no well actually the question was to 実はサトさんへのご質問だったんですけれどもああのでも洋介さんどうぞ。 はいあのそれでは、えー、と私の方から日本財団の,あのやっている障害者の,の事業を少し紹介させていただいてあの今日のトピックが、えー、フィランソロピーとビジネスの連携ということですからあのそこに関して2点ほどあのアイディア、具体例をインプットさせていただきたいという,ふうに思います。それでははスライドお願いいします、はい あの最初に結論を書きました。今実施しているザバリアブル500との共同これが一つのあの事例かなというふうに思います。でもう一つあの今後実施したいなと私が個人的に頭の中で妄想していることとしては、あの新しい資金提供の方法、インパクト投資などあということをちょっと掲げさせていただきました。この2点説明させていただきます。次のスライドお願いします。 はい、あの日本財団はです、ね、これまであの海外の障害者事業といたしましては、まあ、東南アジアを中心に、まあ、あのいろいろな障害のある方々に対する活動を行ってきてあの多くはですねここにあるようにですね、えー、小さい時から手話であのあのエデュケーションを受けれるようにですとかあの、まあ、そういった たことをずっとやってまいりました。えー、ただですね次のスライドなんですが、あのこのように非営利組織、あの国連国際機関政府と一緒に仕事をするだけでは、例えば、えー、非常に高い能力を持った学歴も持った障害のある方がですね、まあなかなかそれにもかかわらず就労できない状況というのがあの参見されました。そこでなんか私たちはやっぱりこうビジネスと一緒にあのビジネスを無視して あの就労支援というのはできないんじゃないかというところであのキャロラインさんに出会ってあの一緒に仕事をするということになったわけです。あのこれがあのまず一つの,あの私たちの行ってきたことです。で次のスライドをお願いしたいんですがまあもう一つなんですがこれスペクトラム・オブ・キャピタルというですねあの資金教室の方法をグラデーションでえ示したものです。まあ、一番左はあのインパクトのみを目指すような え資金拠出で一番右はえ財務的リターンを創出することだけを求めるあの資金拠出ですねでこれまではこの2つしかなかったものが、まあ、その間のグラデーションが今どんどん出てきていてじゃあ私たち従来的には左の方ばっかりやってきたんだけれどもこの中間領域においてどういうことをやっていったらいいんだろうということをあの考えていくと何か新しいビジネスとフェランソロピーの関係が見えてくるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。 で次のスライドなんですけれども例えばあの何らかの技術アイディアがですね実際に産業になるまではいくつかバリアがあるというふうに言われてます。でこのバリアが、えー、産業から遠ければ遠いほど例えば大学で研究開発がされてて、まあ、それは全て助成金なんですけれども、まあ、最終的には投融資になってあの大きな市場になっていくという流れがあるのでまあ,あの一つ前のグラデーションとこの これがすごくマッチするなと思っておりまして。まあ、そういうことを考えると、なんかフィラーソルピーとビジネスの新しい関係っていうのが。あの、見えてくるかなと思って、あの、今日のディスカッションのインプットでございます。はい、私からは以上です。まだ終わりじゃないですよ。まだ質問ありますので。ソーシャルインパクトの投資について、お話をされてますけれども。これまさに新しい考え方だと思うんですね。 えバリアブルファイブハンドルでソーシャルインパクトそういった投資についてま注視をしてたんですけれども多くのフィランソロピーのまあ、これは本当にフィランソロピーなのでリターンは求めないんだという方が多かったんですねなのでこういった今おっしゃっていただいたモデルこれの課題というのはどういったものがあるというふうな考えでしょうか ままずそののコンセプトを理解すするのが非常に難しいいと思いますあのインパクトといった時に多くの人にはあの自分ごとに考えるのが非常に難しいですね。あのただこう困ってる人がいるからその人のために何かをしたいという純粋な気持ちからそのお金が返ってくるっていうところの両立できるということを理解するのが非常に難しい。 いいいいんじゃないかなかと思いますそうですね紹介に関してもそうだと思うんですが佐藤様先ほどおっしゃっていただいたこと。 日本のビジネスに関してこれがかなり分,分断されているところがあると思うんですえそしてそれは素晴らしいものというふうに考えるかもしれない私たちは統合的なアプローチを取っているということそしてまた矢介さんの方からはありましたがどうすればこんなことをやってお金が戻ってくるんだという考え方もあると思うんですねそれについてどんなふうにお考えでしょうかこの考え方これを止めるにはどうしたらいいんでしょうかこれもう本当にこのお金が戻るかどうかなどを考えるということどうなんでしょうかあの えー、私たちがやってる活動はお金にはほとんど戻ってこないそういうあの私たち自身はあのそういう活動をしてますであの、まあ、利益は全然出ない、まあ、私たちはまあ法制度を整えて障害者が働けたり地域の中で暮らせるようにっていうことを目指してやっててですので、まあ、お金はあの全然戻ってこないなっていつも思ってます。 であの私はあの先ほど一部の方であで笹川会長がお話になったことはとっても響きました。あのもう本当に寄付をしてくださる人を大切にするあのお礼状を書くそして NPO のトップはですねお金を集めることが大事なんだっていうのも本当に私はあのそれを響きました。あのこういういう活動を続けるためには まあたくさんの人に支援していただいてやらなければいけないわけですのであのそういった人たちを大切にするんで,ですので私はあのお金儲けが下手でまだまだだめだなって今日思ったんですけれども,あのもう本当にその自分たちがこう目指していることを明確に伝えてでそれに共感してくださる人を増やしていくということがあのまあ私はあのとっても大事なことだなと思って活動しています。 でもお金はでも戻ってきてますよね。富士さんもお話ありましたけれども、その部分で。 例えばどっかの段階まで行くそうですねそれで消えてしまうのではなく何かしらの金をもある程度集まってくればそれでさらに進むことができるという話だったと思いますビジネスについても同様でその点についても少しお話しい,い,いただけますでしょうかこの中でプロジェクトをどうやって育てていらっしゃるのか教えていただけますかリリバットさんがやっていらっしゃることについてもそうですがこのその中で資金をどうやって調達していらっしゃるのか どううう。すすればここのような問題を解決するるとができるんできしょう資金不足という問題にどうやって対峙していらっしゃるのか教えてください。この寄付中心に成り立っているっていう現状があるんですけれどもあのいろいろな企業とパートナーシップを組む中で例えばそこの企業の中で従業員の教育この障害を持っている方と 一緒に働いていくことについてどういうふうに進めていったらいいのかとかあるいは本当に障害を持っている人を単に法定雇用率を達成するためだけじゃなくて本当にその能力を活かしていくというところをどうやっていくのかというようなところのえっと相談が来てますとそうするとマイクのところとかではそこに対するコンサルテーションしたり教育のプログラムを提供したりそういうことをしていくと企業にとってもあこれはこの 価値があるんだと単に寄付ではなくてきちんとお金を払ってそのサービスを受けるという価値があるんだというふうに理解をだんだん深めてくださっていますまだまだ小さい動きなんですけれどもそうしたものを大きくしていくとどん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 、まあ、ビジネス的にお金が入ってくるという側面が大きくなっていくと思うんですね。こここをを強化ししてていいきたいとういうふににに思ってますし今そのなぜののフィランソロピーにお金を、まあ、特にその 障害者インクルージョンのところにお金を出す人が企業が出してこないかっていうとおそらくそこに対するリターンが今経済的リターンでしか測れないからだと思いますで経済的リターンないよってことになるんですけども今やっぱり世の中の流れの中で人的資本に対する投資というものが非常に重視されてきてますとそうすると障害者を本当に能力を伸ばして実際にこのビジネスの中で活躍してもらうと。 そういうところに関しては非常に重要な人的資本投資の領域に入ってくると思いますのでそこで新たなです家事です、ね、人的資本のところでどういうような効果があるのかみたいなここの可視化を進めていくともっともっとお金が企業がもうお金を寄付以外の形で出していくというような流れになっていくんじゃないかなというふうに僕は思っています。さんどうですか今のお話について あのお話とっても僕興味深かったですその経済的リターンが企業にとってないまさに私たちがやってる活動は企業にとってのリターンはないだろうなと思いながらやってるだけど社会全体にとっては必ず役立つことをやってるあのそれによってですねいろんな人が社会に出てそれぞれの場でこう社会に貢献できるそういう人が育っていけるそういう環境を整えていくというふうにあの思ってるです。 でそれがね、なんか今あのお話聞いてちょっと嬉しかったですね。企業の人もそういうふうに思ってくれるんだ。だからこれをやって自分の会社には利益はないけれども、社会全体がよくなるんだ。だからお金を出そうっていうふうに考えてくださるのはもうとっても嬉しいなと思いました。You can, by the way, absolutely go. どうぞどうぞ。価値はあるんですけれども、企業にとっても価値出てくると思うんですね。実際に トモワークの卒業業生が企業に就職をしてで今までだとどっちかっていうと障害を持つ方の仕事って単純作業が多かったんですけれどもデジタルアクセラレーションプログラムを経てまあ例えばデジタルマーケティングの能力が上がってくるということになると企業にとって新たな価値を生むビジネスみたいなのに参画をしてくれてるのに実際にその卒業生が提案したプログラムがシンガポールの方で企業の 実際のこのビジネスで採用されたような例がありまして障害者の方のやっているこのビジネスっていうのがんて言うんだろうな法定雇用の世界の中の単純作業をやるっていう世界から本当に能力を発揮してもらってデジタルの世界で価値を生んでいくというところにそこに投資するのは企業にとっても明確なメリットが 出てくるとところだと思いますので社会全体もちろんだけど企業にとってもこれからどん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 この領域に投資をしていくっていうニーズは出てくるというふうに私は思います。Well, you, ありがとうございました。私の考え方としてこの本当にブファイブハンド5 0 0で仕事をしているんですが障害っていうのは本当に小さな言葉だと思うんです。 つまりたくさんの経験が本当はあるのだということ本当にその状況も全く違うということそしてその部分で本当に一般化してしまって話をするというのはダメだというふうに思います本当にこういうこの障害者がこういう貢献をなどということを一言で言ってしまうのはあまりにも禁止感的であるということです13億の人たち これはこの私たちの人口でいうところの世界の15パーセントになるということです。そしてそれでその全体でこの父親ハウェでいるなら54パーセントということになります。そしてまたこの中でこのそれぞれの家族がこの食事をまかわなくてはいけないということになりますと13兆という金額になってくるわけです。 すごでこの今このようなこの基金を作っていくわけですが、そこには価値があるということなんです。今おっしゃった通りです。その市場に対してサービスを提供しなくてはいけない。そしてこのビジネスの中でもこのデジタルという話をされましたけれども、このような市場に対して。 この非常に弱いものなんです。これをやるということによって、これはインクルージョンに投資をしているということで、ブランドのこの力を上げることができますよ。と、このブランドの力でもって、人がどんどんこの仕事、こうやって仕事をしたいと思うという。そういうところもあると思うんですね。なるほど。このこのようなアドボカシーを広めていくということ。あるいは、皆さんのこの認知量、認知を。 広げていくということこれはとても重要だと思うんですがその部分でこのやはり障害者の方々もいろいろな能力を持っていてそれによって企業に対して大きな貢献をすることができる例えばアンバサダーとして大使として機能するということもできるわけですそしてそのそんな形でアンバサダーを使ってアドボカシーを この進めていくということも重要だと思うんですこれはとても重要ですねイランマスクもアスペルガー症候群だということをご存知でしょうかそれからもしよこの転換を持っている有名人もいますということで本当にこういったことを考えなくてはいけないと思いますつまりこの人がどういうことを考えるかということを考えなくてはいけないということですそれ30分しかないということで本当に時間がないわけなんですがどなたか何か会場の方々でご質問ありませんでしょうかで手を挙げていただければと思います でこちらでこのレレさんの方でレレさんを見つけてくださったらありがたいと思いますが手を挙げていらっしゃる方見えますか私はちょっと見えないんですが手を挙げていらっしゃる方いたら手は挙がってますか今日はあたくさん挙がってるんですねよかったじゃあこちらにステージに来ていただけますかマイクをこっちに持ってきてこちらでお願いしますこちら今見えるようになりましたよキャラナイさんありがとうございました酒井鈴木と申しますあこのこの お会いいでできて嬉しいです社会投資家なんですがこの HandsOnTokyo のメンバーでもありますこちらで東京で1年前に開始この発表されたのをよく覚えていますがこちらにのっとって考えるならばこの「サムライ125」というのを始めましたで私たちは企業に対して私たちに参加賛同してぜひ入っていただきたいとそしてお互いに創設証を高めていきましょうと考えました We have a series of seminars. さまざまなセミナー等も開催しておりましてちょっと広告活動により待ってまいりましたけれどもさまざまなセミナーのシリーズもありまして12月に次回が開催されますウェブサイトでご覧いただくことができますそして是非ご,ご興味のある方是非ご参加いただければと思います侍イ,イプロジェクト具体的にどういった活動をされてらっしゃるんでしょうか前今ですけれども えー、そのメンバーを募っている状況でありますお互いに刺激を与えて学び合うことができる、まあ、いかに、えー、お互いに、えー、さまざまな障害を持つ人々、まあ、どうやって刺激をし合って活動ができるのか、まあ、セミナーの中ではですからお互いの経験を共有し合ってます。まあ、どうやって共にし 働くことができるのかどういった問題、どういったその今までの過ちがあったのか等々、まあそういったこれまでの経験を共有するでそこでまあ一つまあそういった形でスタートしたということですね。本当に素晴らしい活動だと思います。例えばまあ佐藤様のような佐藤さんのように、まさにこういったまあ障害の経験を持つ方々からの経験を の話を聞いたりということもあるんでしょうか。はい、そうです。え、特に人材育成という観点で、まあ企業の方から彼らの活動についてご紹介をいただいたり。え、そして障害を持つ、障害者の方々に、え、高校の経験を語っていただいたり。え、そういった学びの場となっております。え、この後も、あの、いらっしゃいますね。え、直接お問い合わせしていただければと思います。他の方いかがでしょうか。 下の方で何か動いているように思うんですがいかがでしょうありがとうございます皆様こんにちはサンシアナと申しますえこのビジネスとフィランソロピストに対しての質問なんですけれども障害者えそしてえまさにこの平等公正ということで これは若者に対してどうやってそれを担保していくのか、ま経済的な困窮していて、そして障害があるという場合でこういったプロジェクトに携わってきたんですけれども、ビジネスオーナーそしてフィランソロピストの観点をお聞きしたいと思います。特に若い世代、こういった我々の世代というのは将来を担っているわけですから、ビジネスオーナーそしてフィランソロピストの皆様。 この若い世代というものに対しての考え方どういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか視点をお聞かせいただければと思います。え我々のえ今朝のセッションでクローズドセッションでえ若い方フィランソルピーの中で彼らの声を上げていくウィダールさんはいらっしゃたんですけれどもあ、まあ、ですからそういったことも既に議論に上がったんですがこれは々にして見落としがちだと思うんです。 ですからやはり若い世代というものの声力が必要になってくるそれではリリベスさんと富士山お二人にご意見をお聞きしたいと思います若者の経験若者の声どういうふう,なふうに考えていらっしゃるんでしょうかユニラブ財団5年前に私実際に入ったわけですけれども当時 やはり若手若者に対して投資をするっていうのはなか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 それを説得するのが難しかったんです。それなぜですかもしかしたら誤解があったのかもしれない若者特にミレニアルの世代はバンカブルじゃないと投資えなので。 その実際にいろいろな投資いろいろ施してもきちんとリターンがないかもしれないという考え方があったかと思いますただ最終的にその説得に成功いたしましたでそれはその方法としてはこの受益者アイディアを得られるそのまあ若者組織を招いてその 非常に革新的な問題を提示してもらってある地域社会の中での課題に対しての提案を受けたわけです。えそしてえこのプログラムに実際計画した人々を招いてそれをお提案をしてもらったわけです。でそのプロジェクトが実際に地域社会の中でどうやって実際に貢献してきたのかあそして個々の政府によってその試みというのが再度お 実施されていたということを目の当たりにすることによって、まあ、これが導入されたと最初は若者のエンパワーメントと言われてたんですが今はユース・フォーワードということで、まあ、こういったパシパシポジティブ・ユース・デベロップメント・ネットワークという名称で今スピンオフをされております WHO ですとか国際機関から今資金供与を受けているという状況です。 さん日本財団に関ししてはどうでしょうでょかこのインテグレーションというものこれは若者に関しては別のプログラムになっているんでしょうか非常に重要だと思います若者に対しての取り組みでそういったことで教育にまさに我々が取り組んできたというのはまさにそういったことを裏付けとなります。 ビジネスセクターにに対してもそうですし、起業家に関しててももそそううでですす。業関常にその教育ということでより深さ幅を広げていかなければいけないという考え方が広まってきていると思いますのでフィランャロピーがそのビークルとして果たすべき役割は大きいのかなと思います。まあ、ですからそういった観点から日本財団でもさまざまな教育プログラムがあるということです。さんどううでしょうか。 まあこの領域でまあリーダーシップを発揮されていらっしゃいますけれども、まあ障害を持つ若いアドバイケート彼らに対してのアドバイスはありますでしょうか。このアドバカシーこういった活動に関してです。おえっ、ー、と私はやっぱりあの障害者はあのまずあの同じような障害のある人がまあどういうふうにやってるのかなっていう経験を聞くのはとっても大事だと思います。それはあの自分だけでは一体 どこまで自分はできるのか、あのこういう時にどういうふうに対処したらいいかっていうのは自分だけではわからないですね。ですからあのいろんな他の障害者の人の経験を聞いて、でそれを自分も取り入れて、あもっと自分できるんだなっていうふうにエンパワーされていくっていうのはとっても大事だと思います。あの先ほどあの一人目のあの方がご質問されたときに。 あのまあお互いの経験を話し合うまあいろんなトラブルがあったり問題があったりそれを共有していくっていうお話しされてましたけどそれはとっても大切で,で私たちもあの柔道の障害者がまあ施設にいてそこからじゃあ地域に移る時にっていうのは必ずそうやってあの先輩がいろんなことをこう伝えてそれで一緒にあの取り組んでいくということをやってます。ですのであのやっぱりエンパワーするでそれはあの先輩。 まあいろんな障害者の人に話を聞いていくということがとっても大事だと思いますロールモデルということですね非常にまあモチベーションを高めるまあ変革を進めていくという上で非常に重要だと思います他の方いかがでしょうかこちらどなたか手を挙げていらっしゃいますか マイクの方すみません走っていただいていますありがとうございますパネリストの皆様にご挨拶申し上げたいそして素晴らしい洞察いただきました。ありがとうございます私オンマーと申しますこういったエコノミクスイノベーションの専門としておりますけれどもこういったユニラボさんに関してフィリピンでさまざまな社会的なインパクトを 活動をされれていらっしゃいますけれどもご質問ですがこのインパクトの評価モニタリングをどういうふうにされてらっしゃるんでしょうかまず特定の変数を用いてそのインパクトのアセスメントをされていらっしゃるんでしょうか、まあ、インパクト思考という話がありましたけれどもやはり、まあ、実際に数値的な形でですねあるいは統計というような形で どれだけのののインパクトとというものを実実際に実現することができたのかそしてそれを測定する上でどういった指標を使われているのかご協力いただけますか我々の数値的なその測定指標ですとか例えば学生ですとかどういったリーチ学校どれだけのリーチをできたのかそういった数字をお見せすることはできると思うんですがただ我々の試みとしては。 まさにインパクトが重要であるということでまさにその,、まあ、その針を動かすことができるのかということですね例えばステム教育を行った場合に実際にその初等教育から中等教育その高等教育に行った時に s ステム教育を実際に選択するのかどうかそれはやはり長期にわたるスタディが必要になってくると思うんです。ですから まあこういったカリキュラムというものを例えば教師と共有するわけですけれどもでもちろんそこで教師の数がどれだけそのステム教育を取り入れたか等々の数字はあるわけですけれどもただ最終的にそのポジティブエデュケーションカリキュラムでその学生が最終的にウェルビーイングがどうなるのかこれはもう少し長調的な指標で見ていかなければいけないと思います。なのでそういったことでモニタリングシステムというものを制度化しておりります財団の中ででとしてそれを取り組んでおります。 そしてええ様々な長期にわたるインパクト測定をしております。そこで私たちが何をしているかということですが、大きな変化が起こっているかどうかということを測るということです。社会はこれによってどう変わったか、どんな風に良くなったかということを見ていきます。富士山いかがでしょうか。インパクトはどうやって測ってらっしゃいますか。数だけではないですよね。数はもちろん素晴らしいことですが、実際にそれが意味を成しているかどうか。 もっと深い見方、そしてインパクトに関しての深い考え方が必要だと思うんですがいかがでしょう。あの可視化についてはまだあの、ま、研究途上っていうのが正直なところです。で先ほどあの我々が障害者インクルージョンの取り組みをしていくときにこの大きな円の中でさまざまなウェルビーイングの取り組みの中の一つとして位置づけていたっていうのをあのご記憶いただいているかなと思うんですけれども我々はこのさまざまな ウェルビーイングな、まあ、サービスとかまあ取り組みの全体でどのぐらいの実際にウェルビーイング度の向上をしたかっていうのを可視化しないとこの我々の取り組み全体でのインパクト効果って出ないと思ってるんです、ね、ところがウェルビーイング度っていうのは人によってそれぞれだし時間軸によって変わっていく例えば何かいいサービスを受けたら一瞬上がるんですけれどもそれが長期的に下がっていく。 そこをどこで見てウェルビーイング度っていうのを判断するのかっていうのがものすごく難しいテーマですだから我々はウェルビーイング度人の幸福度が向上するウェルビーイング度の可視化っていうものに今チャレンジをしてるんですけれどもここはなかなかいい方法がなくてぜひあればなんかあの教えてアドバイスいただきたいなっていうふうに思ってますすいませんこんこな状況です。 正直に言ってくださってありがとうございます。そして非常に厳しいというところを考えるということはとても重要なことだと思います。インパクトについてもそうで というこの先ほど馬路さんの方からもお話がありました通りでインパクトをそれこそ本当に何万何百人前の人たちでこのについて考えたいけれどもなかなかそれを証明できないために資金が止まってしまうとやはり長期にわたってそれに取り組んでいくためにはそのあたりもしっかりこの押えていかなくてはいけないということですねあの辺で何か見えますねあの辺で手を挙げてる人いますか皆さんで信じてますよ手が挙がってるところを教えてくださいねマイクの方どうぞ。 マイク運んでください。どうぞ。ありがとうございます。私からの質問ですがでリ,リベさんにお願いします。お名前から伺ってもよろしいですか。シキャタニーザーキと申します。NGO として日本で仕事をしているものです。で一つ私が心配していることがあるんですが 私たちは NPO をこの移民のために作ろうとしているところでこの移民の女性そして子どもたちがこの被害者という言葉を使いたくありませんが社会的な不公正の被害にに遭ううとといいことに考えています例えばあの差別があったりいじめにあったり特に女性ということで考えてみたいと思うんですが女性はかなりメンタルな問題を生じがちであるということです。 そこでこれもかなり無視されている分野だと思いますこの社会の中でこれ,これ我々はこの移民だということで無視されてしまいがちだということです後ほどでも結構なんですがどんなモジュールをお持ちなのかつまりメンタルヘルスのテーマについてリルベスさんどんなテーマがあるのかコミュニティの話もありますしまたこちらにいる日本の場合日本の場合のこの移民の話ということを考えてみますと。 やはりいろいろな問題があると思うんです日本のシステムは基本的にちゃんと特航文書を持っている人たちあるいはいろいろな文書を持っている人この登録している人たちが中心であって登録してていいいいななな人は入ってこないということとうんですですから例えば特別なグループが存在しますよね特別な人たちというふうに言われていますがそういうところについてはどうやって扱ってらっしゃるのか。 そういった子どもたちについてはどうするかということも考えなくてはいけないと思います私はこの公共の学校においてこの心の病気を持っている子どもたちまた身体障害を持っている人のためのボランティアもしているんですがそれについて教えてくださいエレベィバさんどうですかまさにおっしゃる通りですね私たちがそのためにここにいると言っても過言ではありません私たちのメンタルヘルスのモジュールに関してですがこちらは 若い子どもたちのためということで考えているんですがこれはそれを普通にこの私たちはこれでもう逃げていくわけではないですが何か皆さんのご経験から共有いただけるところはありますか何かアドバイスがあったらお聞かせください。この ノンドキュメンテッということで日本にいるけれども、その日本でこの公式な書類になっていないような人たち、そういう人たちはどうなるんでしょうか。彼らの持っている彼女たちの持っているニーズはあるのに、なかなかそれに対するサービスが届かない。どうしたらよいのでしょうか。あのそういう特にあのウクライナのあのとロシアのあの紛争が起きてから、あの日本にも少しウクライナの方が。 来ていますであのそこでかなりこう、えー、日本国民もあの少し海外からあのにルーツを持つ方に対してどういうふうに、えー、共生社会をつくっていくのかっていうことに関して、まあ、結構こう意識が高くなってきてあの私たちとしてもあの少し活動しているところもありますのであのちょっと私直接あの今どういう現状になっているのか分からないんですけれどもあのそういった方々とおつなぎすることっていうのはできるかなと思います。 You, 介さんありがとうございました日本財団のお仕事こちらのウクライナ関連については本当に素早く動かれて非常にしっかりとした形でその介入を続けていらっしゃるということを思い出しましたいくつか質問が上がっていますかどうぞそうですねあと10分ぐらいということになりますが私はこの,目あの実際時計が見えないんですが 一応言ってみました。10分前ですね。4人手が上がっているんですね。なるほど。一番長くて挙げていらっしゃる方、<laughs> その一番長く手を挙げていらっしゃると申し上げる方、私はどうぞ。では、すぐにでも全員とい,と,でということで、この短い質問でお願いしますね。ありがとうございます。 皆さん本当にありがとうございます素晴らしいイニシアチブのお話を伺いましたキャラライさん本当に心温かまる司会をいただきましてありがとうございますありがとうございますお名前は,やはり丸い顔で目も小さくて黒,です黒い髪のアヤですでアセアン日本センターで仕事をしていますこちらのお質問ですが富士山にお答えいただけますかこれは必ずしもこのものすごい質問というわけではないんですけれどもこちらまず最初の質問ですね まずなぜこのシンガポールを選ばれたのかということこのプログラムを展開するにあたってマイクさんとのプログラムをシンガポールにされた理由は何なのでしょうかまたシンガポール以外の ASEAN アアの国々あるいはその他の地域に展開される可能性というのはありますでしょうかどうぞ手短に一体一番の理由はマイクがシンガポールでやりたいって言ったからっていうのが 実は一番の理由なんですけれども、えっと、日本はいわゆるその障害者の政策面での、ね、対応って結構あるんですけれども本当にその能力を企業が生かしていこうっていう機運があるかっていうとまだまだ弱いと思うんですねでもシンガポールはやはり人材教育人材への人材教育への投資っていうのはものすごく熱心なんでやっぱりマイクがやっぱりまずシンガポールでこのイニシアティブを成功させたいと。でそれを ぜひアジア全体に広げたいし日本に逆上陸させたいんだって思いを持って今取り組んでます二つ目の答えと一緒に言いましたけれどもそれが理由です So it's the mic factor We've got to keep an eye out for Right Okay next up Who is it? Come on we're going to do it People with those mics run fast This is your exercise for Saturday こんにちは。安倍淳子と申します。日本語で話してもいいですか？もちろんです。もちろんです。日本にいるんですから、どうぞどうぞ。あの私はあの障害者雇用に関してのあの質問になるんですけれども、あの、日本で共に働くっていう場をこう作っていきたくて、あの会社を起こしました。で、今は企業さんに対して、あの障害者雇用のコンサルテーションを行っているんですけれども、あのそこで一つお伺いしたいのが。 あの日本では特例子会社制度というのがあの法律上あるのであのそれを超えた議論あの要は共に働く障害のあるなしに関わらず一緒の場で働くっていう議論になかなかなりにくいなと思っていますでその中でも特に知的障害のある人たちっていうのは先ほどあのお話しあったように単純作業におあのおしあの働いてもらうっていうことがすごく多いんですけれども あの、そういった日本の中でどういう風にその共に働くっていうことをこう実現していくのか、あのその辺りに関して、皆さんに何かあのご意見あればぜひ伺いたいなと思います。よろしくお願いします。本当に私が熱烈に大事に考えているもので、モデレーターですので、それについて語るわけにはいきませんが、さとしさんどうでしょうか一番良いことはどんなことなのか？ 私はぜひ企業の皆さんにお願いしたいのはあの障害者どどんどん雇ってみてみくださいっていうことですあの、まあ、雇う中で,です、ね、いろんな問題が出てきてあのそれをまた工夫してでそのどうやったら働いていけるかっていうことをあの実際にやっぱ同じその職場の中でね分けることじゃなく一緒の中でやってでそこで考えて工夫していくるっていうことが まあこれからあの権利条約のの時代の日本にはあの必要なことだとだ思いますで、えー、まあそういう中であの人権っていう視点をね是非企業の皆さんには持っていただきたいあの、まあ、働ければいいっていうんじゃなくて、えー、障害のない人とまあ同じようにね権利を持ったあの人として働けるような、えー、そういうあの職場環境を作ってほしい。 で今あのご質問いただいた方はなかなかあの苦労されていることがたくさんあると思います。であの制度的にもですね、整わなければまあうまくいかないということもあります。でもまあ実践の中でやっぱそれがね、実践があるからこそまた制度もできていくという側面もありますので、ぜひあのチャレンジしてほしいなと思います。あのとってもありがとうございました。Thank you. 佐藤さんありがとうございます、まあ、先ほどしさんの方からロールモデルについてお話をされていたのでえで,すからえですからまず人が来るということですね。しさんのような人をえこの国連条約パラレポートに携わった方々こういった人をまさに雇用しないわけがないわけですよね。なので障害というのはあくまでも一つの側面に過ぎないわけです。 より多くのチャンスを与えて、そして将来のロールモデルになっていくということですね。あとにもありますでしょうかあとちょっと 10, 10秒ほどちょっとコメントさせていただい,てい,いですか思いますけれどもバリアブル500はあのこれから面白いこう取り組みを10個20個やっていこうと思っています。なその10個20個ぜひこの後ちょっと紹介させていただくので、あのインスピレーションになればいいなと思います。以上です。o、okay. k thank you for s y i g h ありがとうございます。 いろいろな取り組み、今いろいろとこの段階でお話をしないするつもりなかったので、このこっちらはかなり質問が出ていますね。いかがでしょうか。こちらでしょうか。皆さん発表お疲れ様でした。どうしてもま下流の方面が多いので、ちょっと上流超上流の観点からちょっと質問したいと思います。 どうしてもこの点の市場の失敗領域ですともっと募らなければいけないという誘惑や圧が強い中あえてぐっとこらえて大手とのパートナリングはあえてやらないだとかいろいろ判断材料が難しいと思いますけれどもその大手さんとのパートナリングだったり打ち切りだったりその辺りで特に気をつけていることとりわけ船に水を入れるようなステークホルダーとの縁切りなどでどのように 気気をつけているかそのあたたりりが気になりましたこのご質問ですけれども上流上流とのアクセスというお話どうやってそこにリーチをするのかこれ本当に難しいんです本当に本当に難しいんです。 まあ先ほどリリバントさんのもおっしゃってたんですけれども、まあ、資金調達についてお話をされていたんですが馬かげたことに聞こえるかもしれませんですがこれは本当に本当にパワフルなことなんです。もともと我々の活動を始めた時にその世界のトップ500社そして CEO の500人にリーチするためには相当なコーヒーを飲んで相当なネットワークをしなければいけなかった。 あそしてその紹介個々の CFO に紹介を求めたということですえですからまあ難しいということで諦めることはできないえですからいろいろと取り組んでいろいろとおその訪れて本当に難しいけれどもまあそういった経験があるということです本当に圧倒されるべき圧倒されるような問題というふうに考えるところもありますけれどもあただリリバスさんはどうでしょうか。 このアップストリームに対しての取り組みということなんですが全てやはり関係性ということ、まあ、そこに我々もやはり重力をしていますやはりパートナーシップということでリレーションシップが必要だということですまたで皆さんご自身のストーリーご自身の心そこも重視してほしいと思います心から訴えるということそれは本当にパワフルなことなんです。 さとしさんの方からもありましたけれども、ぜひそれを過小評価してはいけないと思います。最後のご質問でしょうか。こちらでしょうか。どちらですか。あと二問ですかね。プレゼンテーションありがとうございます。玉村桃子と申します。大学生です。あの,の体力のあ、体力のある企業は、その例えば。 障害のお持ちの方の支援だったり、女性のだったり、すごい、社会福祉に力を入れれると思うんですけど、その体力のない、まあ、利益を出すことで,必死で、一杯一杯の企業がもっとサステナビリティであったり、その、そうですね、あの障害をお持ちの方の雇用に力を入れるには、どのようなあのことができると思いますかお願いいたします。はい。 さっきの質問とも関係するんですけどもトモワークのアプローチって、えっと、障害者を持つ方とあの、まあ、健常者って言葉悪いんですけれどもその他の人が一緒に働くような世界を実現したいっていう形をとってるんですねで今コロナ COVID-19 が来てから、まあ、その環境が逆にあの促進された面もあって例えば通勤しなくてリモートワークでいいよとか Zoom、えっと、でミーティングできるよねとかあとは 聴覚障害があってもあそこにあるように文字起こしが同時であったりして障害を持つ人でもデジタルアクセラレーションプログラムでちゃんと能力を促進したら全くこの一緒に当然物理的にっていうよりも同じ空間というか同じ仕事を一緒にできるようになると思うんですね。そうなななっっててくくると、えっと、逆にに今どどんどんどん,どん人手不足になっていい中で、いろんな企業が、 障害を持っている方の能力をどんどん活用していくんだっていう急運にこれからなってくるというふうに思ってます。だからそこはあの逆にチャンスなんじゃないかなと我々自身は思ってます。<Thank you. S 3> ありがとうございます。Thank you. ま終盤に近づいてまいりましたけれども、まあ、こちらの4名の方いらっしゃいますのでお聞きいただいたとおり 皆様そのどうやって変革を促していくのかどうやって組織の拡大を図っていくのかさまざまなアドバイスを皆さん求めていらっしゃると思うんですね。なのでツイートをするとできれば一言で変革を起こす上でのアドバイスツイートですので短く、えー、あのコメントいただければと思います。私はコラボレーションとといいいいいうふうに言いたいと思います富士さんいかがでしょう はい私はもうチャレンジですねまずやるっていうことですはい <Nike> ナイキ h e n i k ですねまずはチャレンジということですねメールをしてくださいメールをし,してくださいメールをくださいえそれではリリバさん藤さん佐藤さん洋輔さんに 拍手をお願いしたいと思いますですからコラボネーションそして人々の意思そしてまあ E メールということで本当にありがとうございましたいただきました皆様どうもありがとうございましたそれでは以上をもちましてアジアフィランソロピー会議を閉会とさせていただきます本会議の参加登録をしていただきました方にはこの後メールにてアンケートをお送りいたします皆様の貴重なご意見をお待ちしております 本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。